おはよう、みおり。おはよう、なつみ。今日もセクシーだにゃん。かわいいにゃん。今日もかわいいにゃん。ラブラブだにゃん、僕ら。なつみ、後半も頑張れるかにゃん。もちろん、いいにゃん。かわいいにゃん、生クリーム乗せたいくらいかわいいにゃん。イオリーヌもマカロンを食べさせたいくらいかわいいにゃん。今度作ってきてほしいにゃん。いいにゃん、優しいにゃん。それでにゃん、なつみにゃん。イオリーヌにゃん、語尾が不思議だにゃん。僕気づいたにゃん。さっきから全然戦闘してないにゃん。それにゃん、町の人は殺しちゃいけないのにゃん。そうにゃん。これから僕はいろいろ戦いをしたいと思うにゃん。セリフをね、あ、戦いをね、したいわよね。したいわよね。したいかにゃん。したいにゃん。じゃあ僕はちょっとどこかのミッションに行きたいと思うんだけどにゃん。さっきセクシーヌとお話ししたの覚えてるかにゃ、うん、もちろんにゃ。 CV は山田夏美にゃ。セクシーにゃな。はい、あのマクシーヌにもう一回お話しに行ってにゃんこのイベントを進めたいと思うにゃ。それはいいアイデアにゃ。かわいいじゃろにゃんこにゃ。にゃん。じゃあちょっとにゃんじゃねえよっていう声が聞こえたにゃ。失礼するにゃ。僕はもう猫なのにゃ。ねえ、猫なのにゃ。猫ですよ。猫ですから。ねえ、どうしたのにゃ、なつみにゃ。にゃん、語尾ににゃんが足りないにゃ。にゃん。じゃあ行くにゃ。わかったにゃ。行くにゃ。じゃあマクシーンはセシル町長の家にいるからそこに行ってみるにゃ。はーいにゃ。画面を映してほしいにゃ。お願いしますにゃ。お願いするにゃ。そんなわけでキングクラブ邸じゃなくてではい、町長のお家に行くにゃ。はいにゃ。後半はにゃをつけて放送するにゃ。にゃにゃうるさいって言われたにゃ。にゃ私ですかね。僕かにゃ。髪の毛なんてなくなってしまえばいいのにゃ。それにゃ。何も言ってないのに、なんか天の声が聞こえたにゃ。ちょっと、夏美にゃ、ファストトラベルで北門に行くにゃ。うん。北門の方が近いにゃ。ここから町長の家に行くにゃ。にゃ。町長のうちはどっちだったか覚えてるかにゃ。さあ、暑くなってるけど大丈夫かにゃ。ほんと僕たち方向音痴だにゃ。そんなことないにゃ。いわりさあ、うろうろしちゃったにゃ。こっちじゃなかったですにゃ。ここからトムとマクシーヌのイベントをちょっと進めていきたいにゃ。はい、いいかにゃ。やる気ないのかにゃ、なつみにゃ。ありますにゃ。トムのこと覚えてないかにゃ。口が読めなかったなつみにゃ。口のトムにゃ。あ、沈まなかったにゃん、この話にゃ。あれ、トムにゃ。僕ちょっと画面もうちょっと斜めにしたいんだけど。十字キーだ。これにゃ。お、これにゃ、これにゃ。機械にゃ、疎いのにゃ。あ、こっちじゃない。これキングクラブティーにゃ。後輩はもうにゃに付き合うの面倒になってるか。そんなことあるのかにゃ。にゃい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 のかにゃ。にゃい大丈夫かにゃ。にゃい。マクシーヌがいたにゃ。にゃマクシーノ、なっちゃんじゃないと喋れないのにゃ。そうです、任せてほしい。うちの猫が PC に寄ってきました。伝わるのだにゃ。にゃマクシーヌと話をしてほしいにゃ。マクシーヌと、マクシーヌこの辺にいろいろしてるにゃこにゃ。あ、あ、いたにゃ。向こうへ行け、醜い獣め。見るだけで気分が悪くなる。
毛玉が出てきそうだ。食事をあげようじゃないか。平和的解決だ。にゃーお、舌なじめずりをしているのは認めるけど、お前の膝の上で丸くなると思わないで。嫌われてますね。嫌われてるにゃ。ここほら、あなたむちゃくちゃ嫌われたじゃないですか。めっちゃ嫌われてます、セシル町長に。はい。だが、ちょっと待って、ベアドールなら話せるとかないかにゃ。何かわけのわからないかなってソースハンターならわかる。じゃあなっちゃんしか話せないのにゃ。私しか話せないにゃ。もう一回話してみる。そうだね。まだ旅立たないのでしょ。お、よかった、ヒゲ治った、ご飯ヒゲ治った、リアクションの魅力リアクティブはいかがにゃ。よしよし、じゃあさらにいくつか質問していきますにゃ。もちろんにゃん好きなだけどうぞ。こんなこと言ってましたっけ、セシル町長。あのうちにマクシーンのことについて聞いたら犬がいるって言ってた、はい、あ、言ってました言ってました。なんだと思ったんです。あ、なんだっけ、どんな神経しているんや。前々から耳が遠くて理解力がないと思ってたけど、今回が一番いるんや。ああ、落ち着くにゃん、マクシーン。冷静になるにゃん。そう、静かな海に大量の魚がいて、それが元気よく海岸に打ち上げられるのを想像するにゃん。うん、ほら、イライラは晴れた。これ以上とぼけた町長の侮辱を気に病むことはないわ。神経の痙攣は完全マクシーンのひげを揺らす。とか聞いて、全然気にしてにゃいんだから。これちょこちょこ、いや、いいですね。トムのお話は、トムの方先に、ごめんね、なっちゃん。一回、キングクラブ亭戻ってもいい？はい。話題を変えようで戻ってもらって。あ、じゃあな。で、ちょっと、トム、あれ、トムとマクシーのイベントの、あれ、なってない。ごめんね。ちょっと待って、ね、戻るにゃん。にゃん。高校に戻って、トムと一回お話しするにゃん。にゃん。話せないんだよ、私、そういえば。そう、私が話すんだ。そう。そうだ。あ、あ、話して。トムだね。マクシーヌのこと聞いてほしいにゃん。あ、マクシーヌのことだが。町長の最愛のベッドにはすごく優しくてすごく喜なニャコニャンだ。彼女のヒゲの愛嬌、毛皮のコートの実質、その緻密な色彩、彼女は唯一無二のニャコニャンだ。うんうん、彼女に好かれてると思うだにゃ、それは間違いないのに告白したら惹かれてしまったにゃ。セレナーデを歌いバケツ一杯の水をかぶるほどの勇気を出したのに彼女はなびかなかったにゃ。これで大丈夫。じゃあな、じゃあなです。で、ログが増えました。はい、猫の恋路、これでサブクエが宿屋のオス猫、不沈のサムから、なぜ彼の憧れのマクシーヌは彼に興味を示さないのか聞かれた。ということで、マクシーヌに何でか聞きに行ってみますにゃ。はい。マクシーヌがいたところは、隣にゃ。隣にゃ。こっちにゃ。ここにゃ。いたにゃ。ヤハンにゃ、ヤハンにゃ、お前じゃない、お前じゃない。じゃあな、ヤハンじゃないにゃ。なっちゃんはヤハンが好きにゃ。ヤハン、あれ、いなくなっちゃった、あれ。ここにいる黒い塊がそうだね。あ、ほんとだね。またいた。あ、不審のサムのことだが、の、不審のサムのこと。あ、あの老いたどこにでもいるような、この私に夢中な猫ね、どう言われようだ。でもそれは誰が責められるにゃ。この感触は、そうね、むしろ両思いって感じかしら。でも問題はね、素直に言ってあの猫ちゃんはお金がないにゃ。お金がないから嫌われているんだ。ほう、サムはいい猫だけど路頭で生活している方が合ってると思うにゃ。なかなか彼は私ったらちょっと言い過ぎたかしら。じゃあそれをトムに伝えに行きましょう。はい、ここ行ったり来たり、ログがアップデートされました。マクシーヌは彼女の子供たちを養えないかもしれないような猫とは人生を共にしたくないようだ、はいはいはい、でそれをトムに伝えに行きますにゃ、はい、結局金なのに男は金にゃんっていうコメントがあるにゃ。ねえって言った、ねえじゃない、ねえじゃない、いやねえって言ったにゃ。怖いにゃ。サムどこでしたっけ、サムここでしたっけ、そこにゃん、ここにゃん、そこに面白い猫にゃん。あ、いたいた、ここにマクシーヌのことだが、マクシーヌの
なるほど、それは厄介にゃん。僕はノラ、彼女は蝶々の猫、分かっているにゃん、うん、彼女は貧乏猫ではなく富裕猫がいいにゃん。イワシと様を家に持ち帰る猫にゃん。あの首輪さえあれば、遥か彼方に住むマハラジャの一番狩り上手なチーターがかつてつけていたと言われるものにゃん。貴重な宝石が散りばめられた、まるで夜空のような輝きを放つ首輪だったにゃん、うん、それをつけた僕は猫の王様みたいだったにゃん。長くて危険な旅の途中、付き添っていた王女様から授けられた贈り物、波に飲まれてぐるぐるにされた時に失われてしまった貴重な首輪にゃん。うん、今でも波の中にあると思うにゃん。きっと自分をシーザーだと思い込んでいるカニニャンカがつけているにゃん。ああ、僕がシーザーだったらマクシーの妻にできたのに。じゃあな、じゃあな。ログがアップデートされました。よし。サムは昔豪華な首輪をしていたという。もし見つけられたらマクシーなら納得するな。めっちゃ写真撮られてめっちゃ写真撮られてるにゃん。そこでにゃんにゃんちゃん、はい。マクシーン、いた。サムのことだ。これで首を探しに行きますにゃん。はい、行くって言われた。写真撮られて、まあ行くかって言われた。首はこれで、はい。ちょっとせっかくだから行ってみるけど、ちょっとレベル高いかもしれないので、やばそうだったら戻ってきません。わかりました。じゃあクイックセーブをします。はい。そしてファストトラベルで、あの港の方に飛んでもらっていいですかね。はい。そしたらなっちゃんが一番最初に出たがっていた港の門から出て、ほほほほほ、あのじゃあ歩きます。そして首を探しに行きます。はい。門を開けた国、証人はこの門から出られない。開けてくれない。ほら、開かないんだっけ。あ、開きました。にゃんにゃんにゃん、ナイス、開きました。お水倒した。大丈夫。あー、ああああなん、お、多く死んでるにゃん。これ、ん？オーク死んでるから歯を持っていくにゃん。はい。この辺でも死んでるけど何も持ってないにゃん。下の木に何も持ってないなんて。古い木の盾をもらったにゃん。困っジュースがダバダバだにゃん。ねえ、そうですね。楽しそうだな。ちょっとこれで海の方に向かっていきます。はい。点々と死体が、まずは死体あさりに。江戸カレーの重要な素材の死体が、うわー、え、死体、トマトジュース、どっち。あ、トマトジュースだったらいい。死体の話、え、これ、え、天童の矢があるに。天童の矢はベアドルに渡しておくに。まあ、こう、やるように渡す。天童の矢。ここら辺、この人のね、はい、お嬢なんです。おー、ハロー。おやおやおや、あなたは冒険者なんです。どこラッキーラッキー。どんなものを扱っている。ぜひとも見てみて、いろいろな種類の素晴らしい製法で作られたアクセサリーがあるの。こっちに珍しい武器もあるんだよ。うんうんうん。この4つの武器は恐れ知らずの冒険者が適切なパーツを見つけたら強化したり改良できるのを見て、見て、自分の目で判断して。チャーラが私の名前。わざともこの2番目の人生に少し前、数年前かなに来た。確か数年前、部屋、多分家、どうだったかな。とにかくかなりの時間をかけて最高の品々を探したし、関心を持った人に販売してるの。はい。というわけで、この人から物を買えるそうです。おお。でもここら辺のものは彼女のものなので。あ、あー怖い、あー危ない危ない危ない、あー怖い。今説明をする前に盗もうとして危ない。トマトジュース1リットルがごめんなさいよ、牛肉は牛の死体とかいうの。よし、じゃあちょっと先に進めましょうかね。はい。こまめにセーブしないと本当怖いな、これ。
まあ、この先敵が出てくるのでそういう意味でも怖いんですけれども、ほらオークがいるよ。まあ、本当だよ、ね、武器を持って感謝され、あっちへ行け、静かに喪に服させろ。こんなところで何をしてる。戦うつもりはね、綺麗な意地なんかいらねえんだ。ただ期待をしきたりと、しきたり通りに見てやりたい。兄弟としておじいにしておれるのはそれしか。あいつは本当にいいやつだった。一緒に世界を見ようって出てきたのに、ほとんど何も見ないうちに大いなる母に召されて死後の世界に行っちまった。ここら辺のトーテムは何。故郷の村ではいろんなものや墓を飾りつけて死んだ人を称えるんだ。ここなら木で飾るのがいい。かっこいいだろ。おじいもきっと誇らしいって喜ぶぞ。何でも死体を埋めたいそうです。ここら辺で死んでる多くのね、はい、多くのしきたりとは。うちの村ではかわいそうなおじいは二度と村に帰れない。村の伝統では選手はそいつの最高の武器と一緒に葬られるんだ。死後の世界で身を守れるようにな。あの戦いの後戦利品は多くなかったけど、おじいに一番いいものをあげたんだ。偉大な兵士にも満足してもらえる手向けの姿。よりすぐりの防具一式がある箱だって。その場所を知る必要があるわ。賛成だ。彼の弟はもうその防具を使うことはない。あの世の巨大で汚れた王国屋に帰ったんだからな。オギーの墓の場所を知りたいだと。墓に一体何のような人間。これ以上のさいこと言うなら浜辺にいる仲間を呼んで痛い目に遭わせてやるぞ。戦闘になりそうでした。ほっとしてるのか、がっかりしてるの。あ、いや、よかったです。戦闘なんだよ。よかったですよね。だった方がいいですかね。ま、でもこの人、ここに多分埋まってるんだけど、とりあえず、はい、猫にゃんのね、はい、猫にゃんの首輪を探すにゃん。そうだよね。いや、まあ、防具一式は欲しいっちゃ欲しいですからね。さてさて、ちょっと進んでいきます。この辺に戦闘なのじゃないかと思うんですけれども、意外と、あ、やばい、リザレクション買ってくの忘れた。絶対と真理手を貸して離す。オートセーブしないで。大丈夫です。先生、なぜかベアドルが話をしている。ベアドル瀕死なんだ。なぜこんな時にベアドルが話しているの。じゃあな、よし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 、ちょっと待って、ベアドル言うてリザレクション持ってないから。あ、持ってた、よかった。おーだよ、おーだよ。あれ、ん、死後じゃん。リザレクション、よいしょ、うん、あー、よかった。あー、瀕死じゃないですか。これ一回も乗りたいな。でもね、せっかくここまで来たのに、私リザレクション買ってくればよかったな。ちなみにちゃんのアビー好きで、はい、アビリティ、ほんとね、待って、やばい、なん結構わかんなくなってきました。いや、まだ喋れない。なんで死んだんでしょ。ほんとね、今私罠に引っかかって死んだのね。あー、で、じゃあこのリザレクションちょっと一回、リザレクション、ごめん、一回ちょっと街に戻ってイファストトラベルして、はい、ごめんね、サシールの北門に戻ってもらって、ちょっと、あ、ごめん、私がアイテム買っていくのを忘れたんだけど、アイテムを買いましょう。でもお金そんな、あー、間違った、何かリンゴ食べちゃった。どうしようかな、でも、うん、お金やさい。一回、あー、どうしようかな。なっちゃん的に、はい、敵が強くても、はい、ちょっと猫ニャンの方のイベント行くか、ちょっとレベル上げるか、
と。あ、でもレベル上げた方がいいかもしれないですね。ちょっとじゃあお買い物をして、はい、森の方に出てみましょうか。そうですね。ごめんね、一回浜に行くって言ったけど、いや、ちょっと思ってるお金持ってなかった。お金稼ぎに、なんか盗みに行きます。どうしますあの絵とか、絵とか盗ん盗んで売りに行きます。それは間違いない。そうですね。とりあえず私はリザレクション2個買いの、買えないの、売れるもの、でも売れる、あの、買えないようなものがあるかな。そうか、とか増えらないっていうかね。いや、気をつけて売ってね。はい。あ、そうそうそう、ここでクイックセーブをしておく。なっちゃん、お金どのくらい今持ってる？ちょっくら盗もうぜ、軽い。インベントリで、インベントリ、うん、そこ見てもらって、一番上ないでしょ。上まで、249か、そんな持ってない。ちなみにこのアルート、はい、ある、あれ、アルート、ちょっとここのあの猫おじさんとお話をして、はい、猫おじさんに話しかけて三角を押すと、こういろいろ物を売ってくれるんですけど、このリザレクションの巻物ってやつが生き返らせるやつだったり、はい、あと回復薬とかいくつかだけど、他の人でも売ってる人いるんだけど、売ってくれるの。これに話しかけて三角。あ、今ね、私がごめんね、話しかけてるか。あ、二人同時あれなんですけど、ふい、いいよ。それで話しかけて、話しかけて三角。あ、でこれでリザレクションがなければ買っといた方がいいし、はい、これは割とあの相手が生き返らせる。じゃあ 2個、うんうん、いいと思います。2個買って、回復も買ってもいいですかね。お金があれば。あとはお金72しかないから買えないと思う。あ、買えない、わかりました。あれ、でもこうやってお買い物するんですけど、はい、あとはだから本当に物を売ったりとかして、うんうんうん、買うか、ちょっと寝ていきますね、はい、私。はい。とりあえずじゃあちょっと街にすぐ戻ってこれるようなところで、おも出てみますか。はい。あれだけ魔法で回復しないの。まだね、多分ね、夜半が来てからね、戦ってないからね。確かにそうですね。リジェネレーション、リジェネレーションを使ったことがないのです、なんちゃん。夜半回復しますよ、パソ。夜半、そうだ、夜半の。ちょっとなんか夜半を、夜半の力をちょっと試しに行きましょう。はい。じゃあ、ナナちゃんが今も出てるので。できました。じゃあ、この北門の上から出て行ってみようかな。ついてきてみてくださいな。はい。ここから。その前にクイックセーブをします。クイックセーブをして山田に無理はさせない。よかったら門を開けてくれ。お願いします。はい、はい、開けてもらいました。ありがとうございます。ちょうどクイックセーブできました。外を探索に、ちょっと行って、ちょっと様子見て、すぐ戻ってきましょうね。はい。あ、ペアドールが話したがってる。お、あ、ここ危ない。トミーさんが3人操作した方がいや、こいつは、やはり。デーモン、デーモニアム。最終日で見たあるものが私を悩ませているようにできたら、私が理解できるように助けてほしい。わめき女によって檻に閉じ込められる前、金貨を1枚与えてくれと尋ねる男に出会った。彼は食べ物や衣服と交換できる何かが欲しかったのだと思う。だが彼は病気でも年寄りでもなく、他の町民より弱そうには見えなかった。なぜ彼は自分を食べるために狩りができないのだろう。他人に頼むのだろう。
自分の道を切り開く人に比べてせがむことに専念する人は得てして貧しい生活をしていくもの。貧窮した物乞いはただ人生の一番楽な道を選んだだけ。ホームフォレストには安易な道はない。軽くウェルカの世界で私たちの道が物乞いや施すものの道よりも過ぎるというと確信できない。あ、ちなみに敵がいますね。あ、なっちゃんここで、あれ、ヤハンさんにしてもらって、はい、ヤハンさんでレインの魔法をここに使ってもらっていいですか。火で燃えてるのでこのまま行くと熱くなっちゃうのね。はい、山田ピオマックスは1人なんかあれ、あ、もうダメだ、後で、あの、はい、後でいいので使ってもらえれば、後でやります。山田ピオマックス一人っ子、いや妹がいます。あれや、これ結構レベル高いやつだ。そうだ、これここだけ倒したら帰ろうかな。ここね、割と強い、うん、私が道を間違った。普通の森に行ってればよかった。でもすごい、もうこんな森まくってる。これ勝てないかな。一体だったらいけると思うんだけど。あ、ヤハン、あ、でもヤハン、もしかしたらこれ以上攻めないんだったら、はい、ここで、うん、ここで普通に、あの、もしかしたらレイン使わなくかな、でもいいかな、うん、あ、あいつに攻撃できる魔法で、あー、じゃあ攻撃してくれれば。とよく嘘こけ、姉が5人くらいおるんじゃろ。山田姉、きっとよくできた妹さんなんで。いやいや、妹さんがしっかりしてるパターンなんですか。妹しっかりしてます、かなり。 あ、これかな、それもあるかも。これやって、それで、うん、あいつにやってみて、それで、うんうん、あ、AP が足りない、あ、向こうのターゲット、うん、うん、はい、あの、もう一回、こ、あ、これ、これ、これ違うやつ、あれ、ごめん、これ瞬間移動するやつ、あ、ごめんなさい、ね、あれ、これね、他のやつ選んで、三角もう一回バツをして、それで三、もう一回バツをして、で、うん、それで、あれ、そういう攻撃系の魔法で、それとかでもいいよ、水ダメージ与える、これにしてみます。これで、うんうん、この人に、はい、この人に、はい、オッケー、おー、割と削れますね。ヤハン強いね。ヤハン強いですね。105のダメージ与えます。終わりました。あ、これどういうの使った、回復してますね。わあ、これ一回逃げようかな、ちゃん。逃げましょう。逃げよう。割とこれ強いね、やっぱ。だいたい2とか上だとやっぱり厳しいので。一回逃げよう。あ、戻した。あれだったらヤハン逃走使ってみてくれる。あー、わかりました。あれ、なっちゃん死んでるの。いや、死んないですよ。死んだ。死んだんですか。私死んでた。ヤハンは生きてますか。ヤハンは生きてるけど、ヤハンは生きてる、本体は死んでます。しかも、なんでなんでなんで、今見てなかった。私が死んだ、私が死んだ、ごめんね、なっちゃん。いや、違うんです。私、まさかなっちゃん死んでると、私も自分が死んでることに気づいてなくて、どうしようかな。クイックセーブ2から、ごめんね、違う、もうちょっと楽な森、あの、レベルの低い森の方に出よう。これはやっぱりあれですかね、レベルを上げた方がいいんですかね。いや、またヤハンじゃねえからって言われる。私ヤハン、あの、わー、ちょっと難しかったですね。自分がヤハンなのかそうでないのかの見極めがもうつかない。哲学の話だ。見極めつかない。山田はヤハンなのかな。山田はヤハンなのかな。ごめんね、私が、あの、出る方向間違っちゃうだろ。こっち、ちょっとね、レベルの高い、あの、森というか教会とか、もっともっと先に行く方向に繋がってるところだったの。あ、そっか、墓場から地下に降りる方がいいかな。はい、結構先ですもんね。あー、最終回で切り入れちゃう、すごい強い。ちょっとじゃあ、なんちゃん墓地の方に行ってみよう。はい、墓地の下からちょっと行けるところがあって、私も
ヤハン、あれと同じとか訴訟って山田と一緒にするなってヤハン、なんかヤハンすごいな、なんですよね。あれ、のみずさん、あ、いたいたいた、あ、いない、こちらよ。わかんなくなったら、あのピラミッドで、あ、そうだ、ほんとだ、死んでるっぽい。あ、死んでる、さっきの人。あ、来た来た来ました、こと無事来られた。ですね、この辺、どこだったっけ。あ、なんかね、どっか掘ったらね、地下に行けるところがあるんじゃ。行ってみましょう。あ、ヒューできた、亡霊が出てきました。うわあ、いいか、たとえ私のように名高い賢者であり、そして作家であっても、死を免れる人間によって死者の中から見つけ出そうとされるも、ん、されると嬉しく思うのだ。賢者眠りした、驚きで目を丸くしているのか。作家眠りすらしいです。うん、はい、あなたは、あなたのことを教えてほしい。はい、思想家、異論家、先見の明のある眠りした。ほう、あなたは作家なの。多くの名高い論文を書いたが、言うまでもなく、お前は、お主は死者の哲学を読み、そしてその内容を崇拝したことだろう。王冠のダイヤモンドのごときもの、それが私が残した文学の遺産だ。教養のある聖者で、この洞察力がにじみ出る深遠な書物を精読した人はいない。悲しいかな、我が言葉の理解を示す者はほとんどいないのだ。試練を与えるときに予期される知的成長を示す者もほとんどいない。これで、はい、試験、試練を受けさせると戦うのかな。うわー、やってみよう。はい、ワン王がすごい近くにいて怖いんだけど。わっ、いますね。わっ、なんか戦いそうですね。生と死では死により大きな力があると。そう、おー、どっちだと思う。生と死に、どっちの方が力が大きいと思うかどうか。大きいと思います。いかにもそう、はい、あ、なっちゃんの方にも。あ、私、あ、いや、そうは言ってない。いや、全くその通り、全くその通りだ。いいかな、続けよう。はい、性の目標は性そのものである。質問はそれ自体が答えなのだ。これで全ての悩みが解決されたと言ってよいか。完全にそうというわけではない。俺の意見も同じだ。仲良し。はい、最後の質問だ。私は大胆にも死と信仰の死と信仰や恐怖のつながりについて一石を投じている。私が死と称する者は何時らの生と同等である。これが私の教えか、それとも反しているか。なっちゃん、意味わかってる。いや、いやってよ。え、ネムリスが死というも、死と呼んでいるものは私たちにとって生、生きることと同等である。これが私の教えか、それともそうではないか。本読んでないとあかんやつかな。え、じゃあこれ勘で、確かにそう書いてあった。で、私がいや、そう書いてなかったぞって言ったら、どっちの意見もあるってことだから、いいんじゃないですか。何その、知り合いがあるね、こいつ。どっちも言ってない。私の方が正しいに決まってる。さあ、どうすれば正反対の2人が対等になれるだろうか。お、三三じゃないですか。あ、ほんとだ、これは。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。イエーイ。あー、最初はグー、じゃんけんぽい。イエー、最初はグー、じゃんけんぽい。イエーイ。おー、最初はグー、じゃんけんぽい。あ、お、最初はグー、じゃんけんぽい。仲良し、あ、仲良し。じゃんけんぽい。いや、負けたった。私は自分の意見を曲げない。なんだと。希望と高める。実行に移すのはもちろん、つなぎ合わせるのを長い間差し控えていた言葉の組み合わせだ。そして目の前にはその理由となるいい見本がいる。たされ道であるものよ。まだ私を侮辱しきれていないか。怒られた。怒ってます。怒られた。でもこれか、哲学者ログが更新されました。お、え、あれ、な、何と戦ってんの。待って待って、え、なんで、え、何と戦ってんの。え、なんで、なんで。あ、ネムリスと戦おうとしてる。え、私ですか。え、これ勝てますかね。勝ってるかな。やってみようか。ちょっと強い。はい、
でもね、2とか3とかレベルが違うです。わやってみようか。ベアド、今ベアド。ワンワンは殺したくないんだよな。すごい。やって、こうして、こうじゃ。割とこれ強いやつよね。話しかけちゃいました。こら山田、ああああああ、よし、転倒させた、転倒。じゃあ私がこいつに。本当？はい、足りないか。夜半だよ、夜半。夏美じゃないよ、夜半だよ。夜半のターン。分かってんのかな。分かってます、分かってます。江戸さんたちとは違って救えるか。そう、ほう、あの、でもこれ今ジェイクの犬ワンはまだ戦闘に参加してる状態じゃないのかな。そうだ、山田上に犬が、あ、表示されてた。こいつに、あ、いいよ、いいよ、やってみよう。ワンワンを回復してあげればいいのかな。シックス、シックス、いや、夏美シックス。懐かしい。うわ、いた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 って。本当だ、夏美より先には、あ、ワンワンを、ワンワンを近い。犬、犬、ほらほら、シックス、シックス、シックス、おい、シックスを盾にして、シックスワンワンを、あ、代わりにシックスを、シックス、こい、あの、シックス、なるべくなんか敵に近いところに出すといい。わかりました。この辺、でもその辺はね、もう近すぎる。そこ、もうちょっと、あ、でも割と無理か、難しいか。あ、この辺だったらできます。でもね、そこジェイクの犬は真っ白。 あ、でもあ、ここ、ここどうですか。そこダメ、そこダメ、かそこダメ。もうちょい右は、もうちょい右、右、右、右。あ、ダメか、まあ、け、あ、うん、ここにあった。でもそこよりはジェイクの犬はの後ろの方がいいかな。ここですかね。そこ、いやー、シックス、いけ。よしよし、うんうん、8本足のシックス。よしよし、何気にもう4時間出ていなかったから。そんなそもそも戦闘してないから。バツ、バツボタン、はい、あの、おじして、いいのよ、ヤハン、ヤハンに、ワンワンを守って、ヤハン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 死んだら終わる。あ、ヤハン、あ、でもリザレクションあります。そうね、とりあえず雲、雲のターンです、はい、雲で、とりあえず転倒してるやつより先にそっちやった方がいいかな。野水さん、今日の相方本当に山田で良かったと思ってる。あ、煽りマークが、あの、山田の顔につくはずだった。ベイマックスじゃない方の顔。山田だ、思ってますか、野水さん。で、な、うん、うん。楽しいけどね、楽しいけど、本当にクイックセーブをしてないと。これはなんでマーフィーつつこうとしてる。なんでワンワンをつつこうとしてる。これか。そうそうそう、そのそのそうそうそう、あ、これ一応攻撃して、はーい、まあね、レベルこんだけ3とか違うとミス、ミスちゃった。ベアドールのベア、あー、きついな。リコシェが回復するまでは先に倒したいね。いやいや、こっちを、うんうんうん、こっちを。犬は守るわ。すごい強い。あー、逃げて、犬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 、いいから、いいから、いいから、犬。おー、くぐー、シックス、いいよ、シックス、いけ。シックスが、野水さんには他に選択肢なかったんだから仕方ない。仕方ない。いや、でも、ね、よかったですよね、野水さん。大丈夫ですよね。今日は山田さんのおかげで野水さんの陽の部分が輝いている。よし、来たよー、だよー、イエーイ、イエーイ、野水さん、イエーイ、いきます。なんで江戸さん今見た、私今見た。あ、もうちょっと、お、いける、いける。もうちょい、もうちょい、最後な。でも最後だ、スタ
った。ほんまにない。そっからじゃあついでつけてんのやで。あー、もう死んだわ。あー、あれ、あー待って、犬は死んでんじゃん。私がコメントやった。犬死んだ。クマも死んだ。クマも死んだ。これ犬は死んでるじゃん。あー、ダメじゃん。え、犬にはあれ聞かないんですか。え、リザレクション、リザレクション無理ですかね。犬わかんない。しかも私リザレクション持ってるのみさんの方が死んだから。もあ、持ってます持ってます。私そうだね、はい。とりあえず一匹倒したけれどもよ、けれどもよ、なんかまマックスで残ってますね。ちょっとちょっと リザレクションあそこ2、3、あ、セットですか。うん、セットして、ちょっとセット、とりあえず誰か生き返らせよ。アイテム、下のこれでね、それそれそれ、それセットして、はい。やっぱ犬ワンはね、蘇ってくれないような気がするんだよ。これを殺したことないから分からんけど、ほら、2人しか出ないでしょ。ほんとだ。とりあえず野水さんを生き返らせてもいいですか。ありがとうございます。こっちですよね、こっちですよね、はい、そっちです、左側です。つらい、これこれ、やり直したい。出題時に感謝ね。体力が元に戻ったけど失われたもん。戻ってこないんじゃ。犬、あーなっちゃん、あのバツボタンで、そうだ、終わってくる。はい、死んだ。死にました。どうしよう。間違いないよ、まあ、これ山田が死んで終わるパターンかな。あいつ起き上がっちゃったし、これ一回も死んだ方がいいですかね。死ななくても、ね、多分なお亡くなりになるから、そうしたらさっきセーブしたところからやり直す。そしたら犬戻ってきますかね。あの、あ、うん、うん、どうしようね。もう今のなしにして、なちゃんどうしようね。ね、はい、死んじゃったもんね。はい、死にました。で今のなしです。今のなしにして、もう一回やりましょう、はい、こっちだ。こっちから今ハッカーに行こうとしてるところ、私もう絶対話しかけないですから、もう、もう絶対話しかけないです。あの誰にも話しかけないです。もうもうダメですね。ね、何回、3回ぐらい、次の世界線はジェイクの犬は生きてるから、はい、大丈夫。レベルを上げてないというのが最大。もうなんか墓とか、とりあえず墓の下とかじゃなくて普通に一回オンも出た方がいい気がしてきた。でもね、エクスプローラーにする前にまだレベルは上げてないから、レベル上げたいかなって思ってる。これはあれか、私、あ、リセレクション勝てたよかった。ここはセレクション。じゃあもう一回墓に行ってんの。私もあの、はい、なんだっけ、ネムリスが出てきて話しかけちゃったからね。いやいや、話しかけ、墓に、中央の、いやー、サンキューフラグ建築士なのって感じ。フラグ、フラグじゃないですよ、話しかけないですよ。って言うから。ね、むやみに話しかけないやめましょう。そうそうそう、ね、あの話しかけていい人は話しかけてもらいつつ、ね、この辺でクイックセーブ。油断をね、しちゃいけないね。こまめなクイックセーブ。そうですね、あそこじゃなくて、あ、ここ、え、もう怖い、ワンワン怖い。あ、いないです。なんかどこ掘ったらそんな感じしてたんだっけ。あっちはあっちは、え、今の自然ですか、自然ですか、私ですか、自然ですか、私ですか。でもアンデッドだから自然じゃないかな。で、蜂強い、夏美、はい、夏美、はい、逃走しよう、逃走しましょう。ちょっと待って、なんで、なんで、え、これは弱いよ、あれ大丈夫、へえ、ちょっと待って、いける、あれ、そんなと強くない、これ強いやん。私ここの洞窟の入り口全然覚えてないんだけど、どこだったっけ。これまたワンワンを死ぬやつでしょ。
でも今セーブしてたんだね。ちょっと待って、一回クイックロードしよう。そうしましょう。クイックロードしよう。これやっぱり私が今掘り起こしたからだそうです。なので待って、私も掘り起こした。え、じゃあなんか民家に入れば窃盗し、墓場に行けば墓場しだって、あ、じゃあ覚えてない、どこから行けるんだろう、いろいろね、そう、言わないと。どっからだっけ、でもいいや、もう墓いいからオンモでよ、オンモ。そうしましょう。ロードの方にフラグ回収するな。話しかけてもダメだし、墓を掘ってもダメだし、難しいですね。先輩、私かよ。そうか、これもしかしたら、もしかしたらジークの犬はもう救うお話なのかもしれない。何度やっても、これも死んでしまうジークの犬はもう何度も世界線を越えて救うお話なのかもしれない。わかんない。犬ワンが死なない世界に行きたい。うんうん。他本なしって言われて。ちょっと待って、ちょっと待ってね。ですね、割と本当に方向音痴で、いやーこれはね難しいですね、この地図見ないと。マネージャー、マネージャー、どっから出たら、あの、もう森、え、オンモに行こう、もう墓怖いからオンモに行こうかなと思ったんですけど、ここか、ここか、これ行っちゃう。あ、真ん中のやつか。私の目は富士壺です、私の目は富士壺なんです。じゃあ墓行きますか。ちょっと慎重に。あ、わかりました。これじゃ、これじゃ、おお、入れたわ。おお、入れた。あれ、私持ったわ。これすごい。え、これ最初からありました？入りましょう。入りましょう。違う、私が掘った。一番最初に墓来た時、私掘ったんやで。あー、もう、やったー。怖い。怖い。もう全部こういうとこで戦っていただいてね。わかりました。樽なんか開けちゃったりし、樽なんかね、開けちゃって油フロスこう手に入れちゃったりしてね。さあ、オッケー、オッケー、よしよしよし。これやれる、やれる、うん、やれます、やれます。ん、どこにいるんですかね。近、あ、結構遠いところに。それは遠いな。ちょっと近づく。これでもまだ遠いかな。ほい。おう。割とベアドール強いですね。うんうん。なっちゃんだいぶ後ろに。そうですね。だいぶ。そんなレベルがね、変わらないので。おお。転倒。イエーイ。よし、夜半。夜半。夜半はと、あの、でもさすがに遠いと思うから、もうちょっと近づいた方がいいと思う。でもあんまり近づきすぎると今度 AP なくなるから、あ、まあでも1回目もしかしたら届かないかもしれない、ちょっと遠くにいたから。3、これぐらいです。はい、今までなんかベアドールさん矢を装備します。あれあれ、私矢装備してない。ひえー、装備しよう。凍結できたんですかね。夜半凍らされてない？夜半、え、あれ凍結ってなった、自分に言ったの？自分に言ったの？凍結できる、凍結できる、凍結できるって。アンデッド、そんなん使ってこいやろと思ったら凍結できるって。ねえ、もう私コメント拾ってるとさ、予想外のことになってるんだけど。夜半優秀な子でしょ、これ何、どうしたら溶けるの？自分の投稿。いいよ、山田やっちゃって。はい。シックスでも召喚し、しかも召喚できない。できない。もうおとなしくしてんですよ、はい、これ。やばい。だって。はい。山田はお飾り。いや、かなりこもるの巻き。ここよ、ね、今ベアドール燃えてるのはヤーミどうにかしてほしいわけよ。どうしてなんでそんなことになるの。いやーん、弓装備してる、なんでや、ミスだし。
恐ろしいわ。まさか自分を凍らせることができるなんて思いもしなかった。とりあえず窓足邪魔なので転倒するかな。よしよし、山田山田クモでも出しとけじゃあ私はシックスでも出しとけ。ちなみに、はい、なっちゃんペトペトと、はい、この左から4つ目のやつかな、はい、で、あの相手の体力を奪って自分がちょっと回復するみたいな魔法もあるので、じゃあこの体力が減った時に、うんうんうん、そういうのも使えます。そうね、その辺かな、もうちょっとこの辺かな。よしよし、シックスを、はい、シックス、はい、シックスのターンだよ。シックスのターン来ましたね。はい、これで水風船的なやつがあったら。ターゲット遠すぎる。あ、遠すぎる。もうちょっと近づかないとダメだね。あ、じゃあこの辺に、はい、のそ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 、近づいて、何の魔法があるとかいろいろ詰め込むと山田爆発するぞ爆発するの山田マネージャーさんとプレイ交代もあるで ないですよ、ないですよ。まだまだ戦えます。まだ戦えます。完全にもうダメになるやつじゃない。まだ戦えます。まだ戦いたいんです。まだいけます。ヤハン、いや、ヤハンもヤハンはもういないんじゃなくて、ヤハン凍ってる。あ、凍ってる。これいつ、おくたばり、クリティカルヒット、すごい。はい、あ、よし、いけるんじゃないの。これクモで、マネージャーがプレイして声当てればいいんじゃね。あ、そこだ。いきまーす。 SE 担当山田になるっていう。よし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 、これで今倒れてきました。あと1体倒れてるのがいるね。あ、終わってました。あと、じゃあ近づいて、うん、近づきます。それで AP 終わったけどね、はい、山田が延長 延長しました。近づいて、で、ターンエンド。はいはい、いや、山田さんなんか燃えたり凍ったり忙しいですね。よし、終わった。はぁ、怖かった。あれ、ヤハン、どうした。ヤハン、ヤハン、どこですか。どこ呼んでも来ないから。あ、いたいたいた。あ、来た。ヤハン来てます、来てます。よしよし、これでも両手剣が一番強いな。わあ、命からがらですよ。助かりました。ね、なんでヤハン凍らせてしまったいや、まだヤハンで一回攻撃したんですよ。そうだね、それは分かった。そう、それの後に、うん、もう一回、ね、相手を凍らせる魔法がヤハンを使えたんですよ、2回攻撃できるときに。なるほどね。そう、それを使ったらなんか自分が凍ってました私初めて知った。あの、いや、本当にその本当にそうなんです。ヤハンさ、ヤハンに、ヤハンに切り替えて、はい、ちょっと一回ヤハンに切り替えてはい、ヤハンで三角でスキルで、リジェネを、リジェネレーションを、はい、ベアドールにかけてもらっていい。金髪の文字。わかりました。これをベアドールに。はい、ありがとうございます。おー、そして夏美に戻しておいてね。あなたはヤハンじゃないか。ヤハンじゃなく、この山田に戻して。あなたは山田。 OK、 よし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 。スルハシとか持ってない。割と最初の富水さんが介護してる。セーブしましょう。セーブ、セーブ。おー、セーブ、セーブ。ほら来た。おお、はい、ありがとうございます。頑張ります。ありがとう小島さん、頑張ります。何が、はい、でもほらさっきよりレベル低いですからね。どうしようかな、2個しでこれ2個し、うんうん、
あ、よしよしよし。はい、割と当たってましたね。よいしょ、転がします。ドン。はい、あ、失敗した、ごめん。いやでも強そうな。これやはり、ちょっとやってみていいですか。うん、いや、やってみちゃダメですよね。ハッシュタグ山田爆発、ハッシュタグ山田凍結、謎の前、いや、これを使ったんです。間違った。このビターコールドを使ったんです。はいはい、ターゲットなんでターゲット自分に向けた。ひょー、やめてないです。信じてください、信じてください。ひょー、やったらいいです。じゃあこれで、あ、ここでやったんだ。あ、なるほどね。はいはい、使ってとこね。凍結は敵に使ってくださいって。なるほど。まあ、でもちなみに、あ、使っちゃった。使っちゃいました。しかも失敗した。失敗しました。凍結はあえて凍らせて自由を奪うだけで、直接的にダメージを与えるわけないから、あの、わけではないので、はい、何かもしかしたら他にダメージ与えるのがあったら、もう先にダメージで削って、あ、先に殺を倒しちゃうっていうのもありかもしれない。ね、うん、攻撃にはならない。パソコン壊したやつは大抵そう言うんだよ。いや、私やってないです。江戸さんと山田のディビニティが見たい。どうですかね。 A 盗んで捕まって終わるんじゃないですか。もうそれ、いや、盗みだったら負けない。盗みだったら負けないです。盗み、私も盗ませたらあれやで。割と行くで。おっしゃ、イエーイ、山田ベイマックス、イエーイ、いいぜ、いいね、ベイマックス。で、ターン終了。で、ちょっと歩く。あ、ターン終了しました。もう割とでもさっきのよりレベル低いですからね。雲出さないのかよ。雲ね。でもこれなんかやっと互角に戦えてる気がします。まあレベル同じくらいのやつだね、はい、やっとね。おー、言うと私に死ぬ回復薬がね、回復は多分回復って概念だっつ。あ、ヤハン、さっきのなんか魔法使ってましたよね。まあまあまあ、ヤハンはリジェネが使えるので。そうですね、リジェネ、これですね。はい、それを飲み水に打ってもらえると、そっちよ、そっちよ、これですね、飲み水さんにキラーの人に打ってもらえると、ありがとう、助かりました。やっと、はあ、で、ターン終了でいいですかね、これ。はい、はい、ヤハンが初めて役に立った感ある。やっと守りました、飲み水さんを。はい、そしたらこの人が放送から何時間経ってやっと守られた。よし、6出す。6出します。もうノリに乗ってるんでね。え、6、お前もここでいけ。いかにして山田克服する。はい、来た、はい、来た。まあこれでね、だいぶ盾にもなってくれるという意味でも、はい、はい、6のターン。ここでね、6のターン。7時間かな。そうだ、ロミさんを守る人だった。そうですよ。終わりです。炎上してる。ヤハンにレイン降らせてほしい感あるよね。なるほど、よし。あー、囲まれてる。うわ、やだ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 。死んだわ。あー。私こんな死なないんだけど。いや、おかしいな、なんで死んじゃうんだ。4人もいるのにおかしいですね。4人過去実質2人の間違いか。いやー、何、え、何、あの弓矢で爆発しましたからね。あー、ごめん、あ、ヤハンが燃えた。ヤハン、あ、レインここに行きます。らしたら行きます。若干の手遅れ感はいない。助けて、モッチー。よし、鎮火。へぇ、トマトの代わりにスイカを使ったパスタソースがあるらしいにゃん。え？ヤハン終わった。ヤハン終わります。ありがとうございます。雲行きます。お願いします。雲攻撃しかないにゃん。雲攻撃、どれが生きてるんだ。難易度はクラシックです。下げなくても生きるかなって思っ
ってる思ってるのは自由。下げないです。下げないんだ。下げないでいきましょう。下げないんですか。下げてもいいんだよ。下げもうちょっと待ちましょう。もうちょっと待ちましょう。もうちょっと。はい、 OK。 おーおー、くもさん、あ、おお、まだ来てる、まだ来てる。はい、これなー、どうするかなー。でもあいつ倒して、もうちょっとだから倒しておいてからリセレクションした方がいいかな。おお、はい、ここでもきついか。まあ一回これちょっと倒したら戻ってとかってやって体力回復してとかも全然できるので、はい、これでこれ何したんでしょう。でこれ何をした、どこに何か一回分かんなくなったら戻るで。あ、スキル戻してみた方がいい。違うんです。連撃三角で読んでみ。あ、風ダメージとか、ダメージって書いてあるのはダメージだったりやつだけど、近くにいるターゲットにってことは、まあ大体あの丸が出て周辺の、自分のそうそうそう半径でも多分ちょっと遠いから、あ、じゃあこれは近づかないとダメか。これか、それですね。向こうは弓使いだから、弓で攻撃してくるから近づいてこないから、多分こっちから近づいていかないと、はい。小学生に大学入試問題とかするようなもんやぞ。これ電気罰だな。見てください。おお、すごい。なんで最初からそれができなかったの。いや、今できたんだから褒めてください。割と自分に甘いぞこの子甘いぞ死んでるんやこっちはそうだ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、雲行けなかった。足りない、届かない。はいはい、終わり。はい、山田すごい、山田3匹で戦ってる山田3匹、あ、雲とね、そうです、山田シックスとね、山田3匹でね、はい、山田3匹で1匹ぐらい。あ、山田をもっと褒めてくださいどこまで、どこまで、どこまで行くの、この人。うん、そうそう、行きます。えい、あ、なかった。ないんかい。じゃあこれで、はい、終了。ないんかいっていうか、攻撃しよう、さっきスタッフオンマギ届いたんじゃないの。なんか届かなくなってました。もう一回やったら多分な、嘘、あ、届かなかった。まだ、いや、違うのかな。ちょっと待って、なっちゃんも、あ、そっか、私もないのか。もう回復なかった。買いに行きますかね。そうだね、一回これ終わったら、はい、これ、まあ、これは倒せると思うので、はい、ちょっと戻って、これで終わりかな。あー、ダメ、ごめん、私がアクション取った。意外とこれ遠いんです。あ、ヤハン、はい、任せて。ヤハンの、多分頭のやつ、一番左のやつとかは、はい、スタッフ、それとか、多分で、これである程度、その辺でも届くんじゃないかな。はい、もう届いた、届いた。これか、それで、いきます。えい、よし、よし。なっちゃん、リサレクション持ってるっけ。なんか持ってた回もあったんですけど、そうそう、インベントリ見てみて。あるある。あ、それで、はい、私を生き返らせてもらってもいいかな。はい、ありがとうございます。これですよね、これですよね、ほんと。そうそうそう、そこの青い矢印のところ。んうんうん、それそれ。はい、 OK。 よーし、よかった。はい、このままファーストトラベルで一回戻ります。はい、差し入れ来たもん。ふう、シエルタモン、よし。ヤハン、ノーダメージか。いや、やっぱヤハン強かったですね。だからヤハンは優秀な子だってみんな言ってたでしょ。すごい。なんか鬼みたいな。なんで優秀な子を凍らせるの。やっぱあれ、回復薬とか。あ、でもあの、あ、や、ヤハンじゃない、なっちゃんがノーダメなのか。山田かい。でもちょっとあの、ヤハンに代わってこの辺にマットレスが、はい、ここにもあるので、はい、右上のところにもあるので、そこでちょっと寝てヤハンを回復させて、こっち、ちょっとした、これこれ、あ、これか、はい、この布切れのところで寝てちょっと回復してください。 ありがとうございます。
実際やると本当面白い。面白いよ。面白いですね。あー、帰ってきた。いやいや、面白くなってきました。分かってきましたよ。山田、ありがとうございます。野水さん、野水さんもすごい。何がすごいだろう。私の何がすごかったんだろう。なんで地味にノーダメなんだろうって、あの山田さんが後ろの方からスタッフオブマギを投げつけてただけだから私はね、どうしても近接なので、もしでもなっちゃんと殺せる。でもね、お金がない。あ、でもそうですよね。リサレクション1個かけてベアドールに渡しとこうかな。あれ、なんか売ってくれる人ってどこにいるんでしたっけ。ほんとどこでも、どこの人でも売ってくれるけど、割とそのがっつりしたものを買いたかったら、回復とか買いたかったら、はい、あの右の方にいる、あの軍団本部のところら辺にいるアルーか、はい、あとはあの人か、真ん中ら辺にある市場みたいになってたところで、はい、いろいろ売ってくれる人がちょこ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 いるところがあるんだけど、そもそもなっちゃん多分お金をね、いや、やっぱ行くしかないか。そう、持ってる絵を売ったらいいと思うので、はい、一回そのすぐ道迷っちゃう、真ん中のところに、真ん中ら辺に行って、その辺の人でもお金持ってる人には買ってもらえるんだけど、はい、お金を持ってない人だと買い取ってもらえないのね。だからある程度お金を持ってる人に話しかけて、はい、売却っていうのを選んで買ってもらいます。売却、ここですね、私がいるところまで来てもらいます。はい、おお、ここじゃなくて、なんて私もそんなにいるものはないんだけど、大した金額ないの。ほーって言ってる。ほーって言ってる。あ、わかった。山田の分かったが出たぞ、怖い。視点変えられます。なっちゃん、なっちゃん、売り買いしたいんだったら、はい、あの、そうなんですよ、インベントリ使って、あ、そうなんだ、そうなんだ、私のこれ私今行かなきゃと思ったんですけど、それです。じゃあほら、分かってきたぞ。のみさん、お花摘みってくるから言ってらっしゃいませ。セーブしたから大丈夫。ナミさん、ちょっと待ってください。ちょっと一回だけ教えてください。はい、そのどの人に話しかければいいんでしたっけ。この人でしたっけ。この、ここら辺に、てか、もそもそも街を歩いてる人みんな、あ、みんな理解できるんだけど、はい、割とここの商店街みたいな、周辺の市場にいるところの人は物も持ってるし、結構なん、お金も持ってるから売ったりもしやすいよっていう、はい、ありがとうございます。話しかけてみます。この人かな。じゃあこの人に、あ、取引ありました。取引で今購入じゃない、売りたいんです。あ、ゾウ、いや、これ売るなくないですか。売るないですね。ちょっと売るがない、これこの人にちょっと売れないので、じゃあなして、私売るものがもしかしたらないのですかね。じゃあこの人に話しかけてみましょう。この人はに話しかけてみたんですけど、ちょっと鳥でした。これは人じゃなかったのでちょっとやめましょう。なんか売って、買って、あ、じゃあこの人に話しかけてみましょう。はい、28円しか持ってないですね、この人は。あ、買って、いや、でも買うものもないですね。回復薬がね、欲しいんですよ。回復薬がね、欲しいんですよ。回復、
でもなんか、おかえりなさい。何か変わったと思うじゃないですか。この人はどうかな、鳥でしたって何なの。鳥に話しかけたの。いやなんかみんな誰か売ってくれるって言うから、誰かに話しかけたら売ってくれるって思って鳥だったの。そう、最初に話しかけた人がなんか買ってくれなかったんですよ、何も。でこの人はどうかなと思って話しかけたら鳥。まだ売ってない。鳥でした。なっちゃんあれだ、どうしようかな。じゃあどの人でも大体買ってくれると思う。あ、この人にしよう。はい、ちょっと待って、ここの、うん、この人に話しかけた、フレッチャーっていう人。鳥じゃないよ、それ。はい、あれ、この人に話しかけたんですけど、ちょっと。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、パチュンさんから差し入れを。差し入れ。ありがとうございます。ありがとうございます。なっちゃん。はい。開けてみようじゃん。はい。近づかないで。あなたみたいなやつと話してるの見られたくないのよって言われてます。私に対してちょっと怖いです。でも割となっちゃん街中から切られて、あーうわー、チラ見えしてしまった。はいよ、じゃあケーキ食べたいケーキです。ありがとうございます。すごいすごいよ。めっちゃ可愛いですよ、星になってます。茶って書いてある。お、茶、すごい、ケーキに茶って書いてある。すごいすごいです。ま、可愛い。私には見せる技術がないです。落とそうだからいいよ。はい。うわすごい、せっかく。あ、じゃあ見せます。これ私落とす。いやこれよいしょよいしょよいしょ。なんかもう赤ちゃんもなんかするよね。ここわぁ、星じゃ、星じゃぜ、難しい、星じゃぜ。あ、こうですか。いや、そうそうそう、ズリですね、絶対ズリズリザザーンっていくんで、すごい、これ見せたいんですよ。なんか、あ、星、星じゃぜ、ちゃちゃじゃぜ、星じゃぜ、ちゃちゃじゃぜ、ほら、そうやろ、女子、ね、女子はスイーツじゃろ、そうじゃろー。かわいい、あざーくるー、すごい。なっちゃん、なっちゃんどれが好き。え、なっちゃんイチゴかな。イチゴいいね、イチゴおいしい。イオリンはイオリンは、もうルーチタルト好き。え、かわいい、かわいい、生クリーム乗せたい。あー、生クリーム可愛いって言ってる。喋んな。もう喋んな、お前。せっかく可愛くやのに。もうやだ、写真撮ろう。写真撮りましょう。写真撮ろう。後でなっちゃん送る。やったー、ありがとうございます。可愛い、これ可愛いですよね、この星。絶対見てほしいです。可愛く撮る技術がない絶望。ロミさん結構意外とシンプルに撮られるんですね。でどうしたらいいのさよ。ね、本当に結構シンプルに撮って。あ、もうちょっと、あ、そのその角度かわいい。かわいい。すごいかわいい。茶が見える。茶。ベストポジション。茶茶。マカロンに茶って書いて乗ってるの。すごいかわいいの。いやこれかわいいんですよ。ね。かわいい。かわいいよね。かわいいって言ってなんちゃんもかわいい。え、イオリンの方がかわいいに決まってる。なんちゃん。生クリーム乗せてかわいい。なんで、ロミンさんがケーキ持ってるとゲームよりドキドキする。なんでどういうことどういうことやったー、うわーケーキ、うわありがとうございます。お皿もらった、やった、食べていいって、やったー。エドさん代わりに殴ってくる。お皿違うでしょ、エドさん殴られる担当でしょ。殴られると喜ぶんだよ、エドさん。違う見ましたよ、なんかカツラかぶってました。なんか長い髪のカツラかぶってました。どれがいい、どれがいいですか、野上さん。じゃんけんしよう、はい、髪か、あ、髪かハサミか、はい、石か、はい、最初はグーじゃんけんぽい、仲良し、後出ししようとすんだよ、楽しいよ。後出ししてもらえしってなんて、いや今あれですよね、髪って言おうとしたんですよね、髪とか石とか言おうとして悩んで、うんってなって、そう同じで2人だった。そうですよね。じゃあやっぱりじゃあ言葉でやりましょう。ディミニティじゃんけん。はい。最初はグー、じゃんけん、石。負けた。勝ちました。家が、ハサミっていう。あ、じゃあ。勝ちました。選んで。じゃあ。え、私、サンズ、ちょっと私の推しの星。推しの星をいただいてもいいですか。推しの星をいただくよう。はい。どうぞ。ちょっと先週からラップにハマってまして。そう、聞いてますよ。野水さんは、どれにしますか。ロミさんね、ロミさんフルーツタルトにする。フルーツタルトに、え、うん、何する。
トミノさんね。あ、はい、倉庫版みたいだ。トミノさん、ありがとうございます。はい、いただきます。割とトロピカルな人たちだよ、私たち。本当ですね。イエーイ。あ、これでそう、星が見える。あ、危ない。あ、じゃあこうじゃ。ケーキがこうじゃ。はい、じゃあにゃにゃにゃ。取れた、取れた。写真の撮り方がはいはい、やったー。あのカメラが撮りたくないって言ってたの。じゃあこちらは、はい、こちらは、こちらは一枚して、わーい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 、いただきながら放送しよう。やった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらに、ありがとうございます。ダメな姉妹の通食、なんかこう、花がないね。え、花がない。え、どういうこと。わかんない。なんちゃんわかる。なんちゃんわかんない。画面。あ、ちょっとちょっとちょっと、顔顔、ちょっとちょっと、今から、今から始まっ、わかんない。おいしく食べながら。はい。ね、ところで、あ、これ何でしたか。私めっちゃ嫌われてる話でした。そう。あの、わりかしこうなんかお金で私解決するんですけど。あ、それか、はい、ある意味もうジャーナにして、はい、なっちゃんの持ってる絵を私に渡してもらって、私が売ってもらってみたいな。お金を山分けするとか。あ、でも一応取引はできるんじゃないですか、これ。あ、取引できるのかな。できるか、よかった。嫌われてても別にできるっていう。嫌われてても商売はしてくれる。そうですね。商売はしてくれます。じゃあ、なっちゃんが売ってる間に私はケーキをいただこうと思います。でもやっぱりこれ、売る、この人もやっぱ売るないんですかね。あるある。あれ、あ、ない。そうなんですよ。あ、フレッチャーないんだっけ。じゃちょっと一回この人はやめてみて。その辺の人、そうですね、この辺の人に。私今タルト食べるんで、ちょっとその辺の人、ちょっと私もいろんな人に話しかけてみます。ブルブルする。すごい、もういろんな人に。なっちゃんが話しかけてみブルブルする。相当嫌われてますよ。ないなぁ。マイナス55だもん。めっちゃ嫌われてるじゃないですか。そんな変える。あ、嫌われてるから売れないんだって。おめえの触ったもんなんかバイキンつくから買わねえよ。縁が超ですよ。いやひどくないですか。じゃあなっちゃん、なっちゃんのインベントリから売ってほしいものを私に渡して、はい、あの飲み水に送るを、飲み水さんにちょっと売ってもらおう。うん、な、絵ですね。うん、美味しい。ケーキ美味しい。絵を、うん、ヨハン。ああ、じゃあこの人を、もう、じゃあもうこいつ、もう私売れましたよ。いや、それかヨハンには、あ、ヤハンだけか。あ、そうです、本当だ。ヤハンで話しかけたら全然平気でした。でもヤハンにも、あの、はい、ヤハンの持ってるものとなっちゃんの持ってるもの違うから、ヤハンで売る場合にもヤハンに渡さないといけないので。あ、そっか。とりあえず今私に渡してもらったものは、はい、絵を売りますね。ありがとうございます。この絵を2つですね、女性の絵244、男性の絵281。はい、なっちゃんだけ嫌われてるけん。私だけ嫌われてますね。ひどいですね、この街。いや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 、なっちゃん。いやいやいや、どうやったらこれなんか好かれるんですか。もう無理なんですか。あの、あ、盗んだからか。何その、盗んだからかって減ってろみたいなやつ。梅津さんからお金を受け取ることもできるんですね。そうです。あの、そんなプレッシャーかけなくても、ちゃんと売ったものを渡しますんで、しばし待たれよ。お金、半分欲しいお金。他のものは大丈夫。なんかあんまり売れるものが意外となくて、インベトいらないアイテムとか、いらない知恵とかも別に売っちゃってもいいんだけど、じゃあとりあえずお金山分けした分、なっちゃんに送りました。ありがとうございます。割といっぱい、334。おー、これで少し回復やった。絵いっぱいある。絵いっぱい送ってもいいですか、のみずさんに。あ、じゃあ売ります。あ、じゃあ夜半に送って自分でちょっと売ってみてもいいですか。お、いいよいいよ。そうします。ちなみにケーキとても美味しいよ。あ、食べたいです。食べてもいいですか。ちょっと、ちょっと、じゃあこれを一旦夜半に送って食べます。はい、一旦送って、はい、夜半に。もう全部、ね、やった。
町の嫌われ者山田そう全国の山田さんの風評被害か窃盗と暴行やってる結構良くないことしてますねなんだろうな、のみさんの後輩っていうことで想像した展開になってるというか、のみさんがおかしい人みたいに言わんてよのみさん今日まともよ、人殺してないのよ。でも窃盗は一緒にガンガンやってますよね。バレなければいいんじゃない。さすが先輩、なるほど、あなたバレるのよ。そうなんですよ、わかる山田さん、隠れないでやるんですよ。ダメ、あんなに隠密教えたんでしょ隠れないでじゃなくて、隠れるでもバレるっていう本質が下手くそすぎるいただきまーす。怖いわ。どうですか。うーん、出た出た、食レポどう。マンゴーです。なんだって、マン、マン、おいしい、マンゴー、うん、おいしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、良いね、フルーツ、うんうん、美味しい。ちょっと一回干し食べてもいいですか。干し食べたら戻りますんで。スターフルーツ、これスターフルーツかな、うん、お星様の形、星の形の、うん、星の形です。星の形わかった。うん、これがスターフルーツだったな。んだった、欲しい。なっちゃんの大喜利大会、もしこれがスターフルーツだったら初めて食べましただから大喜利って言うなよ普通の感想誰も求めてへんのや。なるほど、難しいですね。ね、この子酔っ払ってるの。酔っ払ってる、ねえ、この子酔っ払ってるの。お茶美味しいです。私割と今軍団本部に行きたかったのに、はあ、怖い。よし、じゃあ夜半で話しかけてみます。そうだね、はい。んで夜半もうスルッスル、夜半も売れねえ。夜半は多分ね、あの夜半は多分あのお月のものっていう扱いで、はい、あまりそういう意味で好感度が、ああの主人に直接話したいと伝えることはね、主人じゃないと相手しないよって言われてしまってるってことですね。じゃあやっぱ飲み水さんに、いやでももうお金は手に入ったんで、はい、ですかね、いいよ、私いいですか、売るから送って、夜半から送って。じゃあそのわかりました、今アルーのところに回復薬買いに来てるから、じゃあ飲み水さんに。夜半でも売れなかったですね。ダメだね、やっぱ好感度の問題で。で、この水さんの場所に飛びます、うん、お、来る？ピラミッド覚えた。ピラミッド覚えます。あ、でもこいつは私じゃないあ、でもすごい、私ちょっと慣れてきたと思います、うん、私以外、私じゃないからそうです。夜半は夏美ちゃんよ。いやでも夜半も私みたいなもんですけど、これで、ね、あんなに最初夜半好きくなかったの。夜半結構いいやつなんですよ。あれでも私に、あ、今絵を送ったんでね、はい、この豚の絵、ました豚の絵と女性の絵を売りました。盗んだ絵を、お、私も盗んだ盾売りました。盗んだ盾売ってください、売ってください。ほうき、ほうき安かったな、はいあ、もう一個ある。お、オンドリの絵、58。お、割と私、縦はアルーケにあったやつですけど、お、絵は多分、はい、違うとこから持ってきたんだね。持ってきたやつだと思います。なんかちょこちょこやってるんですよねちょこ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 、今いくらになったの。100ぐらいになったのかな。割といい金額で分かれたの、これ。お、なっちゃんに、なっちゃんにお金渡して大丈夫お金、お小遣い、お金渡してちゃんと使える。お小遣い、何買うか分かってる。大丈夫です。じゃあ山田に送る。任せてください。山田に多めに持たせてるはずだから。700個ぐらいあるんじゃないかな。350個もらいました。だから多分さっきのと合わせると、はい、結構な金額になると思う。インベントリーですね。インベントリー、インベントリーで。ちなみにあの L さんを押すと倉庫って書いてあるんだけど、ここの左スティックを押し込んで、はい、押し込むと種類別で丸を押すと綺麗に並べてくれます。ああ、
そうすると割とお金一番上に来るし、種類別でいいよ。種類別、うん、はい。あ、ほら755。おお、はい。これでじゃあ、あとはもう買うだけ。飲み水に全額預けてたら、それとうとう私まで呼び捨てにされ始めた。風評被害ですね、それは。飲み水様じゃ違います。ん、でもこれであとはもう買うだけですよね、私。そうね、回復薬を買う。まあここでリジャレクションもあるから買えたりとか。うんうんうん。要件は何だ。で、買わしてくれよ。あ、私が話してた、ね、か、あ、売却、あ、売却でできますよ、ここで。私アルーは多分嫌ってないから、フラットの目で多分見てくれてるし。よかった、多分ね。よかったよ、フラットじゃないって。じゃ回復、回復薬買います。はい、でリザレクションも買います。あ、間違っちゃった。あの、違います、買った回復薬間違って使っちゃっただけです。セットしようと思ったんだけです。で、いいんです、違うとこで買うから、死ななければいいんです。よし、好感度5、そろそろ危ないって言われた。そうだね、好感度5だね。お、5、結構いいってことですか。でもさっきのマイナス55とかよりは良くない。マイナス55はやばいね。私もリザレクションセットしましょうかね。うん、しておくと多分使いやすいと思うです。うん、うん、うん、この辺割といろいろ。だ、まあこれは地下はね、一回捕まれば来られますけど。はい、買えたアイテム。買えました、いっぱい買えました。よかったです。何買ったんだろう。リザレクション5個買いましたよ。あ、買ったね。買いました。でも回復薬は1個しか買わなかったんでね。はい、そうね、回復薬欲しいところだけど、もう一回あの墓の下行ってみる。また全然大変だったら戻ってこれるから全然、はい、でももう何回でも生き返れますからね。あ、限りは、命に限りはあるよ。4回は生き返ります。4人死んでも生き返ります。3人死んでも生き返ります。2人死、どうですか、誰が先に死ぬかによるけど、4人死んだらパーティー全滅だからね。なっちゃうね。4回まで、ね、4回死んだ。アリサレクを振り分けなくても、とりあえず私 2個あって、ビアドールに1個持たせてるんで大丈夫かなと思います。私もヤハンに持たせておいた方がいいですね。そうね、あのなっちゃん 2個ぐらい、 1、2個ヤハンに持たせておいた方が、はい、なっちゃんが死んでもヤハンが1回らせられるっていうことができるので。じゃあヤハンにも。まあ、なっちゃん一番後ろにいるから長いと死ににくいと思う。そうですよ、でも遠方からもみじさんを、ま、守ってるので。あ、守るっていう意識はまだあったんだ。守ってます。これね、アイテム、あれ、リザレクションな、あれ、どうしたどうした。リザレクションとインベントリで、リザレクションのところで、あ、待って、インベントこれヤハンの方かな。はい、なっちゃんに戻して、あ、送らないといけないですね、一回、うん、あ、なんだけど、なっちゃんの方のインベントリを開いて、はい、で、リザレクション5ってなってるでしょ。はい、なので、リザレクションに合わせて四角を押すと分けるっていうのか、真ん中に。で、1個なのか2個なのか、はい、こう、おー、じゃあこれ、そう、3個と2個にこれで分かれるので、はい、2個の方をヤハンに送ってあげればいいし。そうそうそう、あ、で、こっち下に3があるから2をヤハンに送ったらいいんじゃないかな、はい、あー、ありがとうございます。え、どうした、使わないよ、罰だよ、罰罰罰、危ない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 。え、インベントリから四角で、あ、ここでヤハンに送る。できたできたできた、危ねえ。で、ヤハンが、うん、これの、え、セット、あー、できるそう、できるよ、できるそう、できるよ、できました、できたそう、できました、使わない、今は使わないので、うん、はいはい、終わったです。あ、できました、お待たせしました。よくできました、やった、成長してますよ、ちょっとずつ、ちょっとね。じゃあ、はい、墓の方行ってみましょう。大丈夫、道は
大丈夫です。ついてきてる？はい。はい。入ったよ。入りました。はい。できました。はい。じゃあこのままさっき行った方向にちょっと行ってみましょう。はい。先生と生徒みたいな。はい、の水さんって感じです。あ、ほら、シックス死んでる。あ、シックス、アシックス、靴のメーカー、アシカグス。ですね、はい、ちょっとあれ、こうちゃう、うん、右じゃない、これ私が多分、あ、あ、ごめんなさい、これ私が押してます。 OK です。お前か。 OK です。お、鎧があります。私もらっとこうかな、鎧ちょっと。はい。でもこれが果たして鎖片びらより下がるか。この辺やっていいかな。あ、片手武器あります。お、本当？あ、でもここぞ優先度上がるのはいいけど、ちょっと下がるの怖い。あんまりあれですかね。ん？片手武器？はい。あ、ここ金庫ある。あ、未鑑定の尺状があるので、これなっちゃん取っといたらいいよ。これをあの、でもなっちゃん嫌われてるから私じゃないと売れない、売れないかもしれないです。あの、違うの、鑑定をしてもらって自分に鑑定スキルがあれば、はい、ああいう未鑑定って出てるやつも自分でこう今ここに、ね、出てるように、はい、あのどういうものなのか分かるんだけど、なっちゃんは鑑定スキル持ってないはずだし、はい、周りの人に嫌われてるので、すぎません。山田鑑定持ってたはず。マジで？マジですか。じゃあちょっと山田に杖渡してみる。もう山田、あ、もう、ね、お願いします。山田が、じゃあ山田にちょっとこの未鑑定の古い木の尺状を送るので、はい、あ、ベアドルベアドル、山田はあるのかな、ちょっと見てみたらいい。キャラクター、うんとね、インベントリで、うんとね、その これに合わせて、はい、それ合わせて丸、かん、あ、丸鑑定、あ、できたできた、鑑定持ってた、できました、ありがとうございます。でそれ武器なので、はい、自分の今のと比べてみて、はい、どっちがいいかとかこうちょっと見比べてみるといいよ。あ、違う、これじゃなくて、あ、装備、うん、装備でここにもシックスの死体が、シックス永久無限に、あ、なんか私いっぱい持ってるみたいです。でもこれとか OK、ちなみに、はい、うーんと R3、 ここの右スティックを、はい、ここ押し込むと今つけてるやつとこれを比べることができます。あー、うん、今つけてるのが右側の杖で、はい、あー、じゃあどっちが強いかっていうのが、そうだね、うんと多分風の尺状の方が強いけど、はい、属性が変わったり、あとは例えばこの、うんうんうん、今手に入ったこの正気をもたらすし古い木の尺状は、はい、使用可能スペルっていうのがあって、これがあの3回まで、はい、新しいこのヘッドバイスっていうのが使えるようになったり、プラスしてここにヒットポイントプラス11っていう効果がついてるので、はい、あのただ攻撃力とかが上がるだけじゃなくて、プラスしてヒットポイントが11増えるんだけど、その代わり、あ、でもこれ攻撃少ないね、攻撃をしたとしても例えばここにアクションポイント使用量とかも書いてあって、はい、装備するだけで今2使って攻撃するのに4使うのね、今の杖だと、はい、なっちゃんがツンツンする攻撃だと、あ、あのいつものやつだとだけど、はい、こっちの新しい杖だと3で攻撃ができるアクション、あ、じゃあこっちの方がいいですね。そうだね、風の、そう、これもありますね、これ、うんうんうん、なんかあとは本当に属性、例えばアンデッドは火に弱いってさっき言われてて、この辺はアンデッド出るから、はい、火のやつを持ってたら火のをつけておいたりすると良かったりとか、でもそういう属性で使い分けたり、敵によって使い分ける、あとは使いたいスペルとか、はい、ちょっと一旦こっちにしてみます。うんうん、いいと思います。ビリビリした杖がつけました。新しい杖が、あれ、それもう一個つけられるんじゃないかな。なっちゃん装備、装備で確かにもう一個空いてるとこあったんですよね。そうで、大きい杖だと両手なんだけど、そこもう一個つけられるですかね。あ、あ、これ、うん、それちょっとここにこれを、そうそう、二つこれはつけられたり、つけられました。まあ、ただ装備してるとアクションポイントが使ったりするので、はい、あ、なんか強い、まあ、とりあえず、はい、外したりもできるから行ってみましょうか。はい、オートセーブになった、
鍵が落ちてますね。おお、拾いますよ。コンボだよ。あ、ここに出ましたな。あ、ちょっと、いや、なんか嫌な予感がします。ほら、え、なんか燃えてます。燃えてます。あ、死にました。あ、え？どうしよう。メニュー戻した。これ今は罠です。私が丸したのが罠ってか。違う。私も先に歩いてて二人でカチカチ。カチカチやったー。あれ、ちょっとわかりにくいかな、ちょっと。そうよね。それは罠よって言ってました。まあ、ケーキでも食べよう。そうですね、一旦そのロード中ケーキ、ロード中にケーキをいただきましょう。いやー、はい。あ、私そうや、うん、うん、やってない。後でやろうと思ってて、私ちょっと始まったらアビリティをチェックしてます。ポイント振り分けを。うん、やっと分かってきました。本当？うん、人の話を聞かない。あ、階段登ったら罠ありますからね。うん、はい。ちょっと私アビリティポイント振り分けますね。はい、どうしようかな。私も鑑定持ってる。すり、お水、両手武器、ボール。どうした、なぜ、何がしたいの？私はないです。ここだよ。あ、そうだそうでした。あるよ、なっちゃんも。アビリティと才能のポイントが振れるから、あ、プラスって上についてるでしょ。はい、なのでできます。やった、さっきできなかったあれができるかもしれない。なっちゃん、そうだね、2個貯めたんだもんね、アビリティポイント、はい、だからこれでカリスマあげられるけど、果たしてカリスマでいい、カリスマにじゃんけんに使っていいのかどうか、はい、よし、上がりました。はい、あ、早いな、できました。私が次二度見した時にはもう上げてた。私も千里あげたいから、お、あれしようかな。で、才能もなっちゃんも一個つけられます。上げられますか。で、才能はいろいろあって、またキャラクターからR1 をもう一回押して。で、今動物語と無関心っていうのがついてて、三角で見ると見えるんだけど、動物語は動物と会話できるやつ、はい、でもう一個その下の無関心はこう身体強化アビリティで、アビリティによる影響を受けるステータスの効果時間が人より短いっていうプラスの効果があって、あとはいろいろこう、あ、いろいろあるんです。そう、三角で見ていくとゾンビかとか一匹狼とか一人で行動するしかなくなるんだけど、その分プラスボーナスとか。でもこれは怖いね。それはそうだね、一人でしか動けなくなっちゃうので。私は吸血を。おー、かっこいいですね。これが血だまりの上にいると回復できるって一番最初に言った。あの冒頭の、そうそうそう、あの謎の絵のやつ、絵のはね、じゃんけん曲振り。それでいいと思う。このキャラクター、あ、これはどうですか。んこのキャラクターへの他人の態度が、あなた、これ以上人からの態度にマイナス25したらもうマイナス70-80とかになるけど、いいの？これはもうダメですね、かわいそう。いやー、嫌われ者の臭いやつですよ。単純にかわいそう、ダメだ。いや、いいよ別に。 あ、カリスマこれでも頭 のほら、また山田夏実の知力が1歳。知力が1歳。あ、低下する。でもカリスマ2上がるんですよ。でもそんなじゃん、あなたウィッチでしょ。もうじゃんけんはまだ、もうちょっと一旦やめときましょう。ここ悩むんだ。めっちゃ悩む。あ、だからなんで他人の態度が下げるやつばっかりにしようとするの。違う。なっちゃん臭い。誰ですか、そんなこと言ってるの。ひどい。まだやってないですよ。まだやってない。カリスマガール、嫌われ者。そんな。知ったかぶりぴったり。知ったかぶりぴったり。ひどいって言われて。でも知力は、まだの知力当てろよってまた言われて。やだ。あ、今日属性調和。え、どれがいいですかね。でもなっちゃんに何をつけたらプラスになるのかが。
そうですね。そうね。じゃあいつかね、いらないか。いるいるいる。いるせっかくだからね、これはつけておこうと思うんだけど。魔法以外の攻撃の武器。どうしようかな。何がいいかな。何がいいですかね。ね。でもどれも捨てがたい。まあ。食べ物の成長和とかがウィッチだから、はい、例えばなっちゃんが土属性のスペルを唱えようとしてて、はい、土の上に立ってたらそのスペルが例えば6とか必要なアクションポイントがあるんだったら1個下がるのに5で召喚できて、はい、栄翔できたりするとか、まあ本当にウィッチとかだったらそういうのがいいかもしれないし、あとこれがいいかもね、なっちゃん底力、生命力が 30% 下回った際にターンアクションポイントと最大アクションポイントが2増加する、1人よりちょっと多く動けはい、で逃げやすくなったりとか、まあでも後ろからだからな、言うってなっちゃうな、あんま近づかないからね、これがいいのかな。あ、私これじゃないですか、罠や隠し要素を検知する近くに、あ、でももともと近くはそんなに近くないのかな、あの山田ベイマックスが罠を近くしないのよりも、はい、山田夏美が罠を無視して走り抜けていくんだと思うから別にこの山田の近くを上げてほしいじゃあなしですね。いやいやいや、どれもプラ、基本的にはプラスのステータスだからどれつけても損はないから好きなものつけたらいいよはい、でもやっぱこれかな、カリスマに2ポイント、これにします。頭下がの頭悪くなった、悪くなった、え、悪くなっいっか、今いっか、いいんじゃない、よくないか、まあ今はやめましょう、やめんの、え、いいんじゃない別に、違う、これだ、よいしょ、罠、私の目も不実語だ、めっちゃ悩んでる私は罠を解除しようと思ってね、そう、しかもここにね、はい、あの可燃物があるのが、罠マジで見えない、あ、罠、あ、え、でもちょっと待って、これ割と危なくない？ちょっとこれにします。クイックセーブしよう。食べ物の効果が倍増する。これが一番突然だな。平和です。食べ物誰も傷つかない。食べ物食べたいことない、なっちゃんもう臭くていいやんって言われてる。アホなのに悩む山田可愛い。でも誰も傷つかないですよ、これは。誰も傷つけたくない。はい。本当に。じゃあこれでいいのね、はい、分かった、ちょっと待ってね、山田、私こっからもう動くとバッ、あれなんで、え、ちょっと待って、ちょっと待って、なんで出るの、なんで出るの、なんで、あれ、なんで動いた、ごめん、ちょっと待って、その今マジで、いや、なんかすごい、あれ、私動かした、ごめん、いや、ちょっとロードさせて、ほんとごめん、あ、ベアドールが歩いたのか、おい、ごめん、いや違うんです、ごめんね、ほんとごめん、私これはね、すごい見てないんだっけ、難しいですね、記憶ないな、どうやったんだっけ、あれ、え、私ね、墓場関連の記憶が一切抜け落ちてる今、うん、ベアドール一回切り離しとこうね、そうですね、うん、じゃあベアドール待機させて、あれ、これベアドールとヤハンを下で待機させて、私と野水さんで塞ぎます、上塞ぎに行きます、私も待機します、私ごめん、ちょ、どうします、はい、エッセイ2人待機させておきます、ここでとりあえずさっきのとりあえずこれを直近しますね、私ね、ベアドールをここで待機させて、はい、これが勝ち言ったんじゃないの、そういうこと、怖い、めっちゃ怖い、あ、そうか、私粘土力じゃないからこれ自分で行くんだもんな、だから歩いちゃったってことか、え、これどうやって、へ、ちょっと待って、手段多いですかね、私粘土力に振ればよかった、さっき、やばい、わかんない、いや、まだ一人できたの、一人できました、まだ一人できたの、ヤハンはもう置いてきました、これヤハン借りれば山田がやる、ノミズさん、え、ちょっと待って、これ山田も来ないで、え、山田も来ていいんだけど、私ごめん、ちょっと待って、マジで分かんなくて、私ね、ま、自分のね、はい、
あのプライベートでやってるキャラ念動力って言ってその、はい、引き寄せられるやつつけてるから、あ遠くにいても、それでそうあの近づかなくても木箱とか動かせるのよ。これ待ってマジで分かんない、どうやったらいいの、ここカチッてやったらダメじゃん。うわあ、カチッてのってどこにありますか、カチこれじゃないの、このさこの板みたいなの、この板にこの板にのもう動かしたらあれだからな、この板このどうやってやるの、一歩先の板に乗ったらもう今カチッて言いました、カチッて言った怖い、怖い、何がカチッて言った今あれ何がカチッて言いました、えこの中にあるのもしかしてボタン、え何がカチッて言ったの、え今どれですか、え何がカチッて言ってんの、下がれし回復してはいいんだけど、ちょっと山田一回後ろ下がって、はい、もうそうかもしれない、死にます、ネズミが押した、えネズミどうすん、ネズミが押した、一回ちょっと昇降口から下がろうか、はい、何これ、あれ山田死んで、山田死んでます、でもヤハンは生きてます、ちょっと待ってロードするけど、これほんとわかんない、今、でもネズミが踏んだって、あれ何でカチってすればいいのじゃ、カチってしない、カチあれどこ通るのじゃ、ここじゃない、木箱、でもあの木箱に入る、いや木箱をどかそうと思って私一人で動いてったらカチしちゃったんですよ、カチしないでいけるのかな、もしかしたらレインは効果ないの、あここでレインを使えばよかったんだ今、まあ炎上したらね、はい、あじゃあヤハンはやっぱり連れてきた方がよかったんだそっか、優秀な人が置いていかれる事実って言われるここ俺も何度もやり直したっていう方がいらっしゃいますね、ちょっと待って、じゃあ一回やってみるよこれを、わかりました、じゃあ私も行きます、違う違う、え何とりあえず山田そこに、わかりました山田、あ待って待って、ちょっと待って、一回クイックセーブ、もう一回クイックセーブな、戻りました、あとりあえず一回山田そこに試させて、はい、わかりました、何かあったら呼んでください、はい、でも、はい、これをだって拾うじゃろ、移動させてここにやったら私が死ぬじゃろ、うん、え、あそういうこと、単純な話ですか、これをこうしてこうじゃつらい、え罠、え毒じゃけど、毒じゃけども、いけなくないけど毒じゃけど、いけ死ぬわ、えやだ、こんなところで回復薬使いたくないの、死んだけど、え死にま、だってこれここ通ろうと思ったらここ毒じゃろ、あこの樽を、こういうこと、この樽をあの罠っていうところに、これを移動できん、移動できないですね、あほらカチって言ったじゃん、はいヨハン、ヨハン行きます、ヨハン来なくていい、ヨハン来なくていいですか、待ってこれどうなってんの、えちょっと待って、罠解除ってだってローグのスキルかなんかない、一つずつ罠解除していかんと、あれなくてもできるの、待って冷静に考える、あの罠を塞いでるのがあの木箱だから、あれをかえ、どかすと毒になるじゃろ、毒はもう、じゃあもうオイル覚悟で、あの可燃物の樽を割るとか、弓とかでベアドールとかでとか、はってダメ息が聞こえる、ちょ待って、ネズミ踏むなよ、お前絶対踏むなよ、ネズミ殺しときましょうか、大丈夫ですか、大丈夫、だってさこれをじゃあこうじゃろ、はい、こうしたらオイルになるけど、うんうん、あダメじゃん、うん、あここがもうあれなんだ、待って、いつも死んでないです、死んでない、とりあえず地下降りよ、うんうん、どうするのこれ、でも一回カチッてなっちゃったらずっとこれ来るよね、
そうですよね。さあ、そこはこれはもうずっと来るのか。あ、間違っちゃった。わかる。ちょっと待って、ここも本当わかんない。私あれだ。めっちゃドッカンドッカンしてる。でも毒の方からしか出られないってことでしょ。でも油の樽は動かせなくて。ダメ。ピラミッドをうまく使うべし。一回ちょっとクイックロードするね。はい。ピラミッドをうまく使う。一つも、一つも引っかからずに抜けるのは普通だと思い、走り抜けちゃった気がする。よく観察すればギミックわかるんだけどな。投げられない？何を投げる？なっちゃん考えてるから。考えてます。ここみんな結構言ってることがいろいろ。あ、いや、エアハンのテレ、あー、なっちゃんさ、何よ何よ。一回夜半借りるよ。はい、ちょっと試してみていい？なんでですか。あと4時間。夜半寂しいです。ま、じゃあ私もこれじゃろ。でなっちゃんあんま動かんでね。はい、あとネズミが押す可能性ある。くんが怖いで、これでこれをこれ遠くない。あ、ネズミ怖い、ネズミ怖い。こうじゃん。うわ、そしてダメージ食らったけど、これがこうなって、一応夜半を戻すとして。ありがとうございます。で、なっちゃんピラミッドでは、あ、でも待って、そうするとベアドールがダメなんだ。やめといた方がいい。え、でも待って、そうするとベアドールどうするの。とりあえずなっちゃんピラミッドで来てみて、インベントリで。はい。これで山田置いて進めるね。ひどい。山田が静かだ、諦めたか。いや、山田連れてくつもりだよ、ほら。あ、これ来ました。ベアドールが、あ、ベアドールも、あれする、ちょっとイヤハンもう一回借りるね。はい。あ、でもイヤハン、ちょっと待って。あ、違う本道山ここにちょこんと。イヤハンでもう一回こうして、これ、あー、ダメ。これこっち見たらいける。じゃあこれをこうして、あ、ダメ。あ、逃げろい。ちょっと待って、逃げろいや、あれ、今イヤハンがついてた。あれ、なんで。待って、え、ベアにピラミッドを渡す理解。へえ。いや、ちょっと待って、ベアにピラミッドを渡したら、え、だってさ、ベアにピラミッドを渡したらだってベアにピラミッド渡したら、なっちゃんがピラミッドで行こうとしたらベアのところに行っちゃうでしょ。え、ちょっと待って待って。はい、山田マン。そういうことか。私が3人連れてたのか良くないのか。じゃ山田が 何かやるってことですよね。怖い。山田何もしなくていい。山田超怖がる。ひどい。言わないと。山田上まで出てきて。じゃあ、わかりました。はい、上まで出てきた。はい、あ、出てきてる。あ、やらんか、これ。あ、ごめん。あ、はい。じゃあ、今、そこにいて。はい。ん？これくっついてんの？わかります。3人くっついてない。あ、こう、ん？うん。夜半で。山田はどれだ？これか。はい。山田これじゃな。
います。確認。山田。山田をこうして。うんうん。あれ？山田選んでないこれ。ちょっと待って。山田ちょもうちょっとこっち来てくれる？この辺まで。うんそこそこ。はい。山田呼ばわりに。いや。すごいさっぱりしていい。ちゃんを。これを。あっち。え？ちょっと待ってこれ。あでもだいぶ。やだ。ちょっと待って。元気ですまだ。元気だけどね。スキルがちょっとね。あーごめんちょっと待って山田攻撃しちゃった。うんちょっとダメで三イエイ。何のみさんイエイ。ちょっとイライラしてますか私に大丈夫ですか。違うしてないの私が、ね、失敗したのが本当ごめんと思ってちょっと山田に使ってる。ありがとうございます。もうちょっと待ってもうちょっと。はい。リキャスト待ちです。リキャスト待ちそれよ。あーそうか壁で視界が邪魔だったのかやっぱり。もうあや。喜んで癒されるなそれはよかったそれは山田はケーキ食っとけだって山田はケーキ食っとけそんな山田にダクソ一回やらせようぜ怖いわえでもやってみたいですねあスキルクールダウン中あこれで OK はいこれで山田を選ぶ、はい、いやじゃない山田をあこうならいけるはいはいありがとうございますで私がはいこれで3人くっついたあ3人くっついてない離れた方がいいまた山田は離れた方がいいえちょっと ここから離れてそうわかりましたそこら辺にいてはいえちょっと待ってこれ3人くっついてなくないあれなんでくっつかないのあれ3人ってくっつきますあ遠いのかこれで遠いのこれでどうだこれで遠いとあれついたくっつかないんあれなんでくっつかないの、うん、えなんでいや、誰かしらにカーソル行きません？でもこれでいや、離れちゃうんですけどあれ？ん？なんでなんで？あれ？これで今ヤハンくっついた？あれくっつかない3人ってくっつきますよねうん、はい、うん、うん、3、うん、横して、こうして、おぉこうじゃおぉありがとうございますでじゃ違う、こうちゃうやであー怖いこうじゃはいあ、違う、こうじゃこうしてこれじゃ、おお、すごい。まだ何をしてねえの。すごい。できました。ああ、無駄に時間使った。ネズミ、こいつ。わあ、危ない。よし。ネズミ殺します。オッケー、ネズミ。花。おい。あ、ダメ行かないでよしあー怖いあーダメふざけんなちょっと待って話してますネズミ伊豆どこネズミあれかあれじゃなこれです一旦終了でいいですかあーよかった儚く死になさいはぁ怖いわすごいあーこういうことなこれで大丈夫はいかなレバー倒すこれダメだやめようあ、これ罠がここに
これもうこれあれですよね。レバー倒したから大丈夫かな。あ、ダメじゃん。ダメだ。逃げ。あ、でもあ、ダメじゃん。鍵かかってるし。むっちゃ。あげてくれ。あ、うん。あ、いや違うんです。レバーで解除できたのかと思ったんですよ。え？あ、そういうことか。ナウ。じゃあそれちゃう、それちゃう。これよ。大丈夫。意外とみんな食らってない。いやまだちょっと食らった。なあ。そしてあれ誰かロックピック。あ、待った。なになに。これな、うちで一回切り離したい。あ、じゃあ、ヤハンもらいます。あ、欲しいの、ヤハン。はい。この人、ヤハン欲しがる。ヤハンもらいます。よし。これで、ん？あれ？あれ？大丈夫かな？みんな大丈夫そうかな？聞こえます？あ、コメント出ないかもです。あれ？あ、止まった。あ、大丈夫です。大丈夫って言ってますね。そんなことないけど。あ、大丈夫。あ、よかったです。音が返ってこないって人。あれ？聞こえません。何人かいるみたいです。そうですね。途切れちゃう方が。聞こえるってことと半分。聞こえますか？更新してもプツプツ止まらない。全く何にもない人もいます。OK っていう人と、そうですね。問題ない人と、聞こえない方が。お、どうしたんだろう。時々治れるけど、うん、どうだかな。山田以外は正常。それは通常運転で大丈夫。山田の心の声なら聞こえるよ。そんなん、これが山田の力か。大丈夫。大丈夫です。よし、大丈夫そうかな。これでも鍵じゃない、ここら辺の鍵じゃないってことだもんね。これロックピックでも開かないから。誰？何？はい、あ、魔法でレバー、よし。私が魔法で開ければ。そうですね、ちょっとやってみましょう。ちょっとだから誰勝ち？だから、ね、私あなたがヤハン連れてるから。ノミさん、ヤハン受け取ってください。いや、受け、切り離しておけばいいの、なっちゃん。あ、左の奥の L2 ボタンを押して、三角を押して、離しとく。はい。やはりそこで待っててってやって、ここちょっと。で、私だけ、はい、ここで、三角。うん。あの、マギとかで、あ、スタッフオブマギが使えないのこれ。あ、そうです、今ちょっと離れてないと使えないのか、あれ。じゃあもうちょっと、でもここ、怖い。勝ちが怖い。なん、私の方とかにちょっとこっちをって、あ、やばい、あー、お前、いきます、やまだ、やっぱ、私ここにいようかな、レバー、わかりました、レバー用意、ここで、はい、いきます、はい、で、3、あれ、でも、これ、今まだ使えないじゃん、こっちどうですか、あ、あれか、あの、あれだ、ごめん、杖変えちゃったから使えないのか、あー、そう、そう、か、じゃあこっちの、あ、箱あった、これに、あ、お金あった。あ、ロンデル。あ、ターゲットが。ロンデルタワーの方が強いんじゃない？じゃあこれ、はい。いきまーす。ロンデルタワー。うい。あ、攻撃6。わ、敏捷。え、全然です。開かない？これダメかもしれない。ダメかもしれんね。え、全然です。ダメかな、やっぱ。あ、ローブがある。すごい。この辺ちょっとなっちゃん取った方がいいよ。ありがとうございます。シュリハンマーはちょっともらったけど、あのローブがあるので、はい。ローブは多分ね、なっちゃんがウィッチ系だからね。はい。ガルナに着るやついいと思う。いや、まだもうダメ。いただきます。あれ、画面止まってるって方がいるかな。大丈夫かな。したけど直らない。パソコン再起動するかって言ってる方が。動いてる。なんだろう。環境次第。ちょっと何度かやり直してみてもらえると。錠前レベル1、耐性炎魔法だったらいいんだけど。
ぱり無理やり開けてっちゃう系、はい、はいっていう。いやこれ、はい、開くかね。えでもな、結構硬いっぽいんですよね。硬いっていうか、これ本当に特定の鍵じゃないと開かないやつ。あ暴れちゃう。あ、ダメだ、全然だ。ダメだね、開かなそうだ。でも鍵があれば開くはずだから、うんうんうん、開かないってことはまだここの鍵がないから、こんなに苦労したのにこの先行けないということこんなに苦労したのに鍵ダメか。この辺だ。さっき鍵拾いましたよ。でも鍵あったら勝手に使ってくれません。会場がない。いや、うん、会場がないのですよ多分、うん、ないですね。確かに鍵拾ったんだけど、アクション、うん、使えないし、ここの鍵じゃなかったのかな。単純にこっちから開かないよ。でもこれスキルの問題かな。解除スキルが足りないから。会場振ってみる。会場今んとこ誰もいないんだっけ。うん、じゃあちょっとせっかくアツポイントあったんでアビリティポイント振ってみますね。あかにゃ、あかにゃかった。どうする。ロックピック私あれ持ってた気がしたんだけど。なっちゃんさ、はい、ロックピックっていうの持ってる。ちょっとインベントリ開いてみて。はい、私最初にな、あ、うんとね、この鍵、この鍵のやつをね、私に渡してもらってもいい？あ、これか。うん、はい。ありがとう。はい、お願いします。これで開く？開かぬ。調査ね、さっきしたんだけど、錠前レベル1。ヒットポイント全然減っとらん。で、もう。会場、うんうん、うん、そうなんですけど、こっちか、こっちか、おお、うん、お、よかった、アビリティポイント持ってて、ごめんね、開けるじゃなくて会場だった、すごい、ありがとう、開いた、ありがとうございます、った、でこれでなっちゃんちょっと待って、やばい、勝ちやりました、ごめんなさい、勝ちやりました、山田動くな。お約束かな。これレバイズどこ、うん、しかもどうしよう。扉開けるのにも閉じましょう。閉じて、まあ、閉じてどうにかなるもんじゃない。しかもなんで私が閉じると開けるの。あ、よし、どうしよういやもう今度扉開ける前にクイックセーブ1000円やろう。どこ、レバーとかどっかにあるにしてももうちょっと奥行っちゃう。奥行っちゃう。じゃあ私一人で行ってみるよ。いや、私が行きます。山田はケーキ食ってろ。わかりました。山田はケーキ食ってろ。レバーない。あった、これか。あ、私麻痺してるし。悪党に待ち伏せされました。そうね。いや、あ、山田まだ、山田ケーキ食べてていいよ、ほら。ケーキ食べてますね。食レポして食レポ。はい。あ、レバーだ。あ、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。山田がケーキ食べ終わらないように、ケーキを追加して。そんなあ、まだあんのか、これ。だだだだ。あ、でも何にしてもそっか、これベアドールとか一緒に連れてくるとなると。うん。一回ちょっとベアドールごめん。これで、うん、しょうがない、しょうがない。あ、違う違う違う。山田おいちおいしいですよ。かわいいんだけど、ちょっと山田の危ないところは私がやるね山田がケーキ食べてるから今日ゲームやりに来たんですけどね。そうだね、はい、大丈夫です、すぐすぐだからインベントリでピラミッドでこうじゃ。あっ、うん、ち
山田のキャラは呪われてるのか。割と踏んじゃうもん。よしよし、でも大丈夫。体が大きいから。そう、それはあるのかもね。そうなんですよ、2人とも男だから。お、大男なんで。じゃあなんでやん。踏んじゃうんでしょ。そんなに関係あるから。これで無事、とりあえず。ありがとうございます。あー、クイックセーブしよう。何かあったらクイックセーブ。あー、怖い。なんか、うん、鍵開けてもらって嬉しいと、うん、先走っちゃうんですよね、体が。何そんなドヤ顔なの。自分は悪くない。私じゃない。体がちょっと情熱大陸かないそうですね。頭よりも体が先に動くんですよね。おっ、はい、ごめんなさい。今度はベアドールが見ました。怖いな、割と怖い。すごい、夜半がめっちゃ近くにいるから。いけないことしたって分かってる。分かってますよ。申し訳ない気持ちでいっぱいですよ。やばい、なんかやってる、なんかやってる。よしよし、山田。あ、でもほら、これ罠。これ仕掛け。じゃあこれはもう触らない。うん、うん、OK。 分かってるのかな、yes. この子。 Yes。 シルハシ、これでほじほじできますね。岩も釘爆弾、まあ今んとこ大丈夫そうだけど、うんうん、よし、オートセーブ入った。あ、じゃあ私も人の後ろから出るということを学んだわけだね。人より先に行かるということをちょっと学んだんだね。はい、開います。マジか。これでアイテム作れるけれども、あ、山田は賢いな。よしよし、成長したな。山田の知識が 1上がったかな。やったー、あれネズミだ。賢いぞー、えらいみんな優しい、やばい、生クリームさせてあげよう。山田にケーキあげて、うん、やったー、ありがとうございます、いただきます。あ、なに、みんなに OK もらわないと、その今食べかけてるやつ食べられないシステムなの。そういうシステムなの。ねえ、うんうん。山田の足元に水が差し込まれました。ありがとうございます。もうなっちゃんって呼んでたのがすっかり山田になったもんな。そうですね、廃屋にたどり着きました。あ、もう本やらなんやら、なっちゃんも無事なところに出てきますよ。はい、わっ、うん、来たわ、ここ来たんだけど全然覚えてなかった。した。あ、じゃあ金の杯私がもらって売りますね。はい、取って。なっちゃん割と装備見てる？見てないですね。見てみた方がいいよ。さっきローブとか手に入れて、うんうん、これ、あー、であと夜半の装備も見てあげてほしいので、うんうんうん、あ、じゃあちょっといろいろやってみます。これで比較。お、そう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 、全然違いますね。こっちにします。あの レベルというか、うんうんうん、いい方をつけてあげた方がいいので、こっちをつけて。あれ、そこ私鑑定できないのか。なっちゃんにこれを渡しますね。はい、未鑑定なコテがあるので、それ鑑定して装備、はい、あ、じゃあ鑑定、ね、今ね、インベントでこの一番下の緑の枠のやつ。はい、なっちゃん、かわいい後輩、山田、アホの子。朝までなっちゃんって呼んでもらってました。朝までって、朝始めたから。、はい、すぐ昼になってね。すぐ11時から始まって、はい、すぐ山田、すぐなりました、すぐ山田なんです。これで、うん、装備、あ、そうか、これもなっちゃんに送らないとダメだ。ありがとうございます。未鑑定のダガーも、うーん、それなっちゃんも帽子かぶった方がいい。あ、帽子かぶりました。あ、そう、かっこよくなった。なんかすごい侍みたいな。なりました。二刀流の脇差しの侍みたいな感じになってるけど。割とだいぶ変わりましたね。そうだね。
こっちにしようかな。でもこれにして持ってない。お、絵がある。絵もらえますね。あ、ここにスキルブックがあるのでなっちゃん取っておくと、はい、後でスキルスペル覚えられます。おお、ありがとうございます。スキルブック、これ読むだけで覚えられるんだけど、はい、そのポイントが足りないと今多分なっちゃん、うん、あれまたヤハンになってる。あ、ヤハンの装備をちょっと変えようと思って。まだ多分覚えられないと思うんだよね。よいしょ。山田、コテは飲みずに。あ、もしね、使ってない、はい、使ってないというか装備でこれしてない、使わないなっていうのとかあったらくれると嬉しい。わかります。インベントリーですね。インベントリー、うん。あ、で、これをこれにして、これをこれにしていこうじゃ。で、おじゃ、え、のみさん何でしたっけ、杖でしたっけ、いるの。杖は私でしたっけ。杖が私で、剣ですか。コテ、コテ、あ、でも剣とかダガーとかも使わないのあったら、もしあれなら売っちゃうし、あ、もらってもいいんだけど、あとベルトとかなっちゃうね。つけると多分少し上がると思う。このバッ、あ、違う、これヤハンの鎧か、ごめんごめん。ほんとね、コテが欲しい。このこれとかこれとか、なっちゃんが使ってないならこれとかこれとかじゃ。棒ですか。棒じゃなくてですか。これじゃ、あ、これか、これか、これじゃ、コテじゃ。よし、杖は私でしたっけ。嘘でしょ。あ、このあれ、この絵は多分ね、仕掛けだから取れないんです。2つ絵でももらいましたと。で、ボタン、あ、そうか、なっちゃん、そこ絵に気づいてないって、絵が動いたの見てなかったってことか。なんか動いたんですか。大丈夫だよ。大丈夫ですか。見てなくても。でもこれはもう取れない絵っていうのは聞きましたよ。そうそうそう、あのガガーって動いてボタンを押すと扉が開くっていう仕掛けだった。ありがとうね、装備ね、はい、ね、どうぞ。あ、これ今つけてるやつ一緒やった。うん。あっちゃん、もう一個持ってなかった。もう一個ですか。これもう一回並び替えたいときどうするんですか。種類にする、ここの左のスティック L さんを長押しして、あ、種類別で丸で。ありがとうございます。うん、これですかね、のみさんに渡すの。あ、それで鑑定してほしい。一回丸を押して。わかりました。あと、なっちゃん、コテってつけた？自分では手につけるやつ。コテ、ちょっと見てみます。これ一回のみさんに送って。ありがとうございます。多分今ね、両手剣が強いから。装備の、あ、これコテ、うんうん。で、コテ今つけてるのとか、あ、同じかな。いや、ヤハンのコテ。なんでヤハンのコテを夏美がつけてるの。なんで山がヤハンのコテ奪ってんの。わかんないです。ヤハンのこれ返した方がいいですかね。まあいいんだ、ヤハンにもコテつけてあげて。わかりました。じゃあこれ息を吸うように吸うように。ヤハンにもコテをつけてあげましょうね。もしかしたら、いや、はい、ヤハンもコテついてます。もしかしたら私にちょっと強いコテをくれておいた方が、私の防御が上がるので。これはヤハンのコテは、あー、あー、会場と生産結構いいコテ持ってますね。これね、なんかヤハンすごいすごい、こんな見た目だったんだ。ヤハンの装備なんかもうちょっと変えたんですけど、なんかええみたいになってる。このええみたいになってるけど。いや、ごつい。笑いが止まる。ちょっとさ、ちょっと一回ヤハンの鎧見せてもらっていい？はい。これですか？ね、ヤハンさ、はい。あ、ヤハンの鎧それ戻してもらってさ、そのさ鎧もらっていいかな？あ、どうぞどうぞ。これ、ごめんねヤハン。その鎧もらえるだけで私だいぶ多分死ななくなると思う。オッケーです。ヤハンの、インベント、うん、なっちゃんのインベントリー、装備はね、共有なの、はい、あ、わかりました。だからなっちゃんが持ってる装備でもヤハンがつけることができるから、はい。あ、これかな。そのそうそうそう、その鎖帷子を私に送ってくれれば、これを、はい。
ありがとうございます。どうぞ。強くなりました。よかったです。そう、移動がちょっとね下がるけど、まあまあ言ってもで、もしあれだったらイヤハンに、はい、多分私がつけてたやつの方が強いからこれを上げてください。ありがとうございます。あ、でもちょっと待って、ベアドールの装備がね、あ、でもベアドールはね強いんですよ。ああ。でじゃあヤハンに一応送っとくので、はい、ありがとうございます。鎖片びらつけてあげてください。じゃあヤハン。しかしなんでヤハンのやつをあなた、私はなんでヤハンのコテ持ってるんでしょうね。ヤハンの鎧を、もしこっちに、うん、どっちがいいかあれだけど、防御的には上がるので、これをつけさせてもらって、うん、うん、返事は元気でいいね山田。はい。お詫びに山田もなんか脱ごうって言われて、さりげにセクハラをかまされる山田さん。よし。山田が剥ぎ取ったからつけてるんだ。間違いない、間違いないよ。ちょっと絵を売りますね。はい。この人持ってないよね。これで、でも墓の下ははい飾り着いたので、あと2時間か、寂しくなってきた。みんなさん、よかったです。なんかありがたい、ね、そうです。街の人には嫌われてるけど、こう見てくださってる皆さんにはそこまで嫌われてないんじゃないですか。で割とハードル低いな。ちょっとは嫌われてるかもしれないですけど、ちょっとでいい、少しはね、嫌われてないんじゃないですか。少しは嫌われてない。私おかしいな、日本語が、言語がちょっとそこまで。愛されポンコツ嫌ってないよ。身の周りにはいてほしくないけど、そうそう、いてほしくないけど、丸っていうのがもうちょっとリアルですね。愛しの山田って言ってくれる。 ありがとうございます。ポンコツだった。あ、ポンコツじゃない、ポジティブ。ダブルポンコツ。ダブルポンコツだと。ポンコツじゃん。こう、なんかさ、え、よそ仲間です。行きましょう。うん、行きましょう、行きましょう。で、どうしようか。とりあえず墓の下は私たちやって戻ってきたわけですけれども、はい、あ、ちょっとどっかで 寝とこう。あのベッドとかマット探して。あ、わかりました。ベッドとかマットでコロコロってして探して探して、うん、なんかこれでも全然街の中話しかけてすらいない人もいますからね。そうです。エスメラルダの椅子はベッドはなかった。よし、あー怖い。よし、なみずさん、山田さんが目の前に現れるだけでなんとなく不安になる。このそわそわ感。よしよしよし。あ、ほんと山田のフォロワー見てくる。え、フォロワーさん、いやもうだいぶ時間がね経ってますからね。フォロー、すごい、 3168。 すごい増えてますね。すげえ。300人。マジでそんなに。今日で300人。あ、言うて私も結構増えて。すごい。ちょこちょこ増えて。やったー、ありがとうございます。ありがたいことです。本当にありがたいです。どうもありがたいことです。びっくりした、ちょこちょこ増えてて。放送終了と同時に元に戻るの。番組あったの2000年ぐらいになるかな。そんなフォロワー見てうろうろして、微妙に増減するのが笑える。私でも元を見てないから分かんないけど、うん、でもね、めちゃめちゃ、でもね、多分ね、え、いくつだ、え、私こんなに長かったと思うんだよね。数字が変わった感だけある。おお、あれあれ、もうこの辺だよね。この辺でマットレス、ああもうちょっと上だ、マットレス、はい、割とマットレスある。寝よう。あ、そっちの、あ、私も、あ、こっちか。俺、安倍首相と野水さんとなっちゃんの3人しかフォローしてない。すごい、選ばれし者じゃないですか。やったぜー。山田が安倍さんと並んでんだ。
山田がケーキ食べてるうちはフォロワー減らないようだって。どういうこと？それどういう意味ですか？寝ました、寝ました、回復しました。はい、ヤハンも、ヤハンも寝よ、ヤハンも、ヤハンも寝てあげて、ヤハンも寝ちゃおう、ちょいちょい、はい、ケーキ食べてください。はぶられる、江戸さん、確かに。江戸さん、ヤハン寝て、 NGC メンバーを、あ、これ違う、あれなんか、あ、のみさんの画面見てました。あ、大丈夫、たまにあるよね、人の画面見ちゃうのね。できます。え、ヤハンの好感度下がりました？ん？はい、なっちゃん。はい。これからどうしましょうか？あ、でもいろいろもう、あれですよね。やって、ログ。とは言っても、そんなにすごいレベルが上がったわけではないので、まだレベル3とかなので、はい、ちょっと、森とか出てみますかね。はい。いや、森にこだわってるのはちょっとちょろっと行くと戦えるじゃろって思ったの。西ってどっちです？西ってどっちです？え、じゃあ右じゃないですか？待って、なっちゃん、右じゃない、はい、何ですか？ここさ、今 L、はい、L っていうのこれ出てるでしょ。あ、はい、これ来たじゃん、ノースじゃん、はい、西から右じゃ、お、右ですよね、右じゃ、右、こう、右、はい、ん、え、北が上なら左、マジで、マジで、私ワイルドアームズの東と西の仕掛けめっちゃクリアしたことあるのに、何回も、あ、東西か、あ、いつも近い、じゃ左に行こう、もうなんか、はい、あと3時間の命だから好きにさせてあげようみたいな。左ってことは、北が上なら、ヨガヨなら東、西、西に行くんだけど、そう、覚え方があるんですか？うん、なるほど。え、待って、左ってことはこっち、こっち、こっちかな。あー、そこじゃ、そこ、そこよ。おー、これだ、私行きたかった森、こっち、お、つい森へ。なんかほら、あのバカボンの歌に騙されるじゃんさ、うん、西から昇ったお様が東に沈むって逆じゃんさ、 あります、ね、あれでいつも考えるんだけど、おお、はい、割とこの辺のアンデッドだったらゾンビ、ほら 3とかに半分食われたゾンビとか3とかなので勝てると思います。じゃあ同じぐらいの、はい、言いましょう、はい、そうですね、レベル3なので、はい、よし、左が東じゃないって覚えた、左なのに、あ、東じゃない、左なのに東じゃない、早口言葉で話して、言えてない今ちょっと今どうしようかなって、ヤハン北を向いて左が西、思った、これかな、これ、いや、違う、ん、それ回復のやつ、あ、これか、それ、スタッフオブテンペストとかはこれを、あ、でも遠いかな、遠いね、遠いですね、ちょっと近づかないと、じゃあちょっとやめて、ダメかな、近づいてもらって、終わります、はい、近づいて終わります、終わりました、で、山田のターン、山田、はいはい、もう山田ベイマックスとも呼ばれなくなってきちゃった。そうですね、もう普通に昔から妹ちゃんの方がしっかりしてんの？いや、そんなことないですよ、途中から変わりました、小学校6年生までは私の方がしっかりしてました、割と子供の頃だったん？小6でも何回やっても無理だから、あ、ここか、
でも4つ離れてるんですってことは、なっちゃんが小6の時8歳とかじゃないの？小2とかじゃん。そうです。なっちゃんは小2のまま小6になったぐらいってこと？脳みそが違いますよ。そんなこと。それとも妹ちゃんがはい、あ、罰で終わって、はい、妹ちゃんが小2だけど賢かったってこと？あ、そうですね。妹は結構で、なっちゃんはそのまま小6からずっと成長してないから、はい、妹ちゃんがずっと成長してないからってなんか、おいって呼ばれてます。なんか、おい貴様って呼ばれてます。え割とツイッターで仲いい写真を載せてたんじゃん。すごい可愛いんですよ。でも大丈夫なんです。おい貴様、ご褒美ですかな。おい貴様ってすごいな。よし、小3に抜かれた中1山田かっこ小学生。ひどい。妹ベジータかなって言われて妹ベジータかな。面白い。スカウターつけてくるのかな妹。お姉ちゃんの戦闘力めっちゃ低いからすげえバカにしてんのかな。ひどい。いや妹結構私のこと尊敬してるはずなんですけどね。よし、私やっと使えるぞ。私あのなっちゃんの家がさ、はい、なんだっけ、あのなっちゃんの家が すごいこうなんなんん、あの丘の下にある話ですか？それそれそれ。ああ、そう、遠いな。いや私丘の下にあったんだっけ？はい。なんか、あ、崖の下ですか？崖の下。ああ、崖の下に家がある話ですね。そんな人さ、できたできた、 あできた、あ、やっとできた、やっとできた、よし。あ、ごめんね、話しかけちゃってね。これ今不器用な自分、不器用な、いや自分凍らしちゃうから自分不器用なんで、あ、で、できました。ここにも高倉健さんがいたから。あ、か、あ、回復してくれたのね。あ、回復、あれ違うの？そうなんだ。あれ違いますか？あ、違う、私血だまりで回復しただけか。なるほど。割とこいつ硬い。私も回復できますよ。おいおい山田。はい。崖の下の山田。なかなかできない、できないな。え、じゃあやっぱ近づくしかない。見守り役は当てにならないから自分で回復してくる。多分ね、見守るっていうことを忘れてると思う。守るも見守るもできなかったんだと思う。でもね、悔しいことに割と剥くたびにふさふさの耳つけてるのが可愛くてね、ちょっと可愛いなって思っちゃうのがなんかムカつく。ナインさん、何よ。やったー、よかったですよ。あ、私さん、ごめんね。お願いします。ありがとうございます。ゾンビめっちゃ近くまで。耳を取ってたらただのムカつくやつっていう。ベアドル近いな。この6割と何か やったの？いや、なんか、いや、別に何も。6届かないから、あの、まだこの窓分かる？あ、分かる、分かる。この範囲の中だけ6歩いていかないと。はい。ナミさんの護衛に。はい、護衛って言いながら後ろに回ってくスタイルできた。やっちゃってください。おうよ。お、まあ、とりあえず転校してますからね。はい、やりたい放題。夜半よし、移動後も攻撃してねって言われて届かなかったかな。そうなんですよ。見てないじゃろ。あ、叩きも、シックスは毒で回復するでって。近くのやらんね。あ、近く、ん、ん、近くのやらん。私ターゲットが遠す、あ、これ、じゃ、これが、あ、これだ。こいつターゲットじゃん。さっきから、ね、いやこんななんか、いや、こんななんか毒と同化されても、ちょっとずつ、ちょっとずつ、こんなすごいな。いや、こんな色同じ、すごいな。こんな同系色でいられてもわかんないですよ。スパチューさん来て
ケーキまで持ってきてもらって文句を言う敵見づらいわよし、そうやって山田みたいな子がわかんねえわって言ってる間に攻撃するためにあいつああいう色してるのかもしれない。なるほど、はい、山田で終わり。山田割とあエピ残ってたけど、はい、山田何もしなかったんじゃない多分してませんか今。山田ね多分ねあんな見づらいわっつって終わったわそのまあ次にねアクションポイント持ち越せるから、はい、あそっか別にダメなわけではないけれども。やった、クリティカルヒット、クリティカルヒット、クリヒット、はあ起きなきゃ、これ夢だったのかもしれない、夢だったのかもしれない。クモのターン6、そろそろ技使えるよ。6使えるんですか。おはようございます。おはようございます。8時です。よし、これか、8時上殿、これも、おお、まあ、おーって言って知らんやろ、返す気ないじゃろ。じゃあ行きますね。いいよ、もうやっといて、はい、またアクションポイントそのままにして終わっちゃうからできたー。あ、でもう一回行けます。うん、おお、いいじゃない、いいじゃない、おお、よし。あ、起き上がっちゃった。いやー、起きちゃったね。そっか、こっちやればよかった。いや、でもね、どっちも、あ、まあこっちの方が倒しちゃいますかね。メさん、武器強いですね。あ、だな、ダメだった。よし、任せてください。うん、いきますよ。私はほら、近接だからやっぱり近く寄って、はい、こう攻撃する分には強いですよ。これじゃなくて、うん、どれがこれ、あー全然ダメだ、届かないよ。イヤハンちょっと近づいたらいいんだ。そうですね、もうちょっと。あれ、手前のやつは倒した。お、あ、半分のゾーン、いますいますいます。え、いや、ベアドール、いや、ベアドールが倒したんだ、さっき、ごめん。あ、じゃあないない、これちょっと進んで、だからそこまっすぐ突っ切っていくと毒食らうから。じゃこの辺、例えば、うん、そういうことですね。ここの緑のとこは例えば毒を食らうのね。だから例えばちょっとこっちに、あんまり行きすぎるとあれだから、こっちに3歩いてこっちに2歩いてとか、はい、ちょっと左に迂回してとか、ちょっと遠回りになっちゃうけど毒食らわないように行くことも可能。はい、じゃあなんか、あ、これぐらい、うん、そのくらいとか行って、ここで移動して、そっからギリ打てないかな。でもちょっとやってみますね。うん、ああ、そうですね。じゃあもうちょっと動いてみます。うん、動いて、うん、でもね、それ動くと AP なくなるからね。あ、わかりました。じゃあ動かないで終わった方がいい。いや、それかもう動いちゃって次にアクションするようにするか。でも今度あんまり近づきすぎると敵に攻撃されるだけになっちゃったりもするから。あ、移動も、ね、この枠は山田のステマだった可能性が。いや、これは生き残る。あれ、魔力を押してて、何の魔法だか分かってる？魔力を、あれちょっとかな、向こうのターゲット。やっぱり私もこれも進みます。普通に待って待って、なってんそれ、今何か使おうとしてなかった？あ、これを使おうとしました。使えないそれ的に。まっすぐ伸ばしてって、その、あ、これ、うん、あ、使えるじゃん。使えます。ここの範囲が。ああ、使えました。で、オッケー。使えたじゃろ？使えました。使えたじゃろ？割といけるじゃろ？はい。ミス。つらい。シックス。いきます。6、めっちゃアクションポイントある。あ、めっちゃありますね。たまってます、たまってます。溜めたのは君だすごい。よし、それはまだあクールダウン中です。あ、じゃあ普通に、うん、近くのやつでいいと思うよ。じゃあこの人に、この人に、この人か、あ、いや、どっちでも、こっちの人に、手前のでいいと思う。お、もう一個ぐらい、もう一回いけますじゃないですか。しゃー、あ、惜しい。うん、もう一回いけた。いけた。やった。シックスだけ優秀だね。シックス強い。
おわ、もう一回行けた。おお、終わりだ、あなたのね。やったー、さあ、なんだろう、謎の感動に勝ったー、あー、うー、謎の感動、あ、毒、もうなっちゃんに巻物持たすのやめようかな。ちょっと待ってください、もらっとこうかな、この巻物。お話ししたいって。のみさん、のみさん、どうしよう、や、話しかけるよ。心が踊る戦いだった。あなたのとどめの一撃も最高。とどめ刺してないけどね。つまらない三女、つまらない三女はいいから俺を見習え。その方が我々二人のためだ。無神経で高慢な態度ね。あなたから学ぶべきですって。陽気な修正官よりも不愉快だわ。バカバカ、はい、とどめ刺してないじゃん。大変山田。え、のみさん、私今なんかさっき毒になってたんですけど、もうこれって終わってるんですかね。毒は今なってないけど、はい、あの夜半のリジェネで夏美さんがダメージすごく受けてるので回復しておくと良いと思うんです、はい、ありがとうございます。夜半のリジェネで、はい、夏美さんをちょっと離れて、この人、この人か、その人よ。そう、はい、これで、ありがとうございます。よし、とりあえず先を進んでもこれで。うわ、いっぱいうじゃうじゃいる、うじゃうじゃいるよ。お、休憩、あ、休憩の時間、いいところで戦いが終わったところにクイックセーブしたし、はい、ね、ディビニティあと3時間ゆるり旅ゆるり二人旅二人旅もうじゃあ、はい、ここでまた15分休憩ですかね。はい、どう、戦い慣れてきた。慣れてきましたね。そう思いません。ラミスさん、嘘、首は360度回っちゃうんだよ。ちょっと助けになってるんじゃないですか。じゃあ嘘です。これあと3時間お楽しみに。また嘘つき山田なの。あと3時間あればどうにかなります、はい、フォロワー3200超え、400人もありがとうございます。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。また15分後ぐらいにお会いしましょう、はい、お願いします。